はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。8月5日金曜日、本日はキコナ蒲田店から生放送です。蒲田の新蒲田、よろしくお願いします。ちょっと噛みましたね。あのちょっとね、あれ今日5日6日あれどっちだっけなみたいになっちゃったね。皆さんどうも遅れてすいません。はい、よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。はい、はい、コメントちょっとねいっぱい来てるんでね、読んでいきたいと思います。アンコこそ日曜に野球監督よと、お、頑張ってくださいね。この放送は、0時10分より始めます。7分で、ね、惜しいね。あちゃん、山ちゃんこんばんは。10分これがデフォー。松井秀喜の5打席連続敬遠っていうほどおかしいか、どうだろうね。でもまあ勝負にねこだわるとね、今年の甲子園で、いやいや、今年の甲子園じゃなくて、松井秀喜がさ、はいはいはい、高校生の頃なんかあったじゃないですか。そうですね、うん、はいはいはい、今日は放送上山ちゃんの生歌披露会になるね。なんだい、披露さぶりに見るな、なんかな、嬉しい。今のうち歯磨きしてきます。いってらっしゃい。ネーションもういいわ、他のマックス級打って。あ、もうでもね、関東は初なんですよ。ああの ANA があるの、そうですよね、はいはいはい。なのでちょっとね、まあちょっと軽くね、はい、すぐパパッと当てちゃって、うん、じゃあ次に行こうかと。そうですね、っていう感じでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、告知お願いします。はい、ということで、一応今日からですね、はい、関東沖コーナーにおきましては全店ですね、はい、全関東夏のファン感謝デーと、はい、題しまして、はい、5、6、7の3日間、はい、行っております。はい、で、蒲田店におきましてはそれぞれ毎日、うん、15時3時のお時間と19時7時のお時間ですね、はい、1日2回ずつ、はい、抽選券をお配りしております。はい、でなんとうち今回ですね、7セットご用意しておりますので。ちょっと待って、計算がわからない。7セットの計算が、はい、要は1等が7個あるということですね。3日間で6回抽選あってあるけど7個、はい、要は6回あってですね、はい、1回は1等が2個あると。おー、ちょっとそこを教えてください。いつですか。その1等が2個あるところにね、1等2個あるところはですね、行きたいと思うんでね、まあ一応今日はですね、はい、3時と7時それぞれ1個ずつ出してますので。ああ、今日は1個ずつ出て、まああと4分の1で4分の1で1等が2個あるところがあるということなので、皆さん、はい、土日見逃せないので、見逃せないですね。ぜひ企業仲間と遊びに来ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で今回一応目玉としてはですね、はい、ダイソンの掃除機を。ああ、いいじゃないですか。これがなんと毎日当たると。毎日、はい、もう今日も1個出たんですが、いい、ね、明日も明後日もダイソンの掃除機当たるようになっておりますので、ね、はい、当てに来て、ね、ぜひぜひチャレンジしてください、はい、いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして本日の、白騎士ですけれども、 CRF、A ネーション、 CR フィーバー A ネーションですね。はい、はい、こちらを打っていきたいと思いますね。今月、はい、月末ぐらいにね、はい、アジスタで、はい、A ネーション実際ありますけどね。ああ、そうなんですね。はい、行くんですか。行かないです。ということでね、パチンコホールで A ネーションを体感できるという題になっておりますので、ね、もうそれで満足しちゃうんで、はい、これを、本日は打っていきたいと思いますね。ありがとうございます。第2次回よろしくお願いします。まあ、こっち北斗もそうだけどね。そうだね。はい、ということでね、無音ごめんなさい。ちょっとね、パソコンの設定をですね、ちょっといじくり回してたら音が出なくなりました。ごめんなさい。ということでね、早速遊戯の方、開始していきたいと思います。お願いします。誰選ぶんですか。誰がいいんですか。わ、これ通常時の演出から変わっちゃうんですよね。あー、そうなんですね。僕メイジェイが好きなんですけど。僕メイジェイが好きなんですけど、トリプル A。でもね、メイジェイにしようか。メイジェイがいいと思います。最初はね、ごめんなさいね、僕の好きな人。ドゥーアズ、バンちゃん、バンちゃん。あー、ドゥーアズ。じゃあ、誰だ。まあでもランダムがあるから。あー、じゃあそういうのでね、ちょっとやっていきましょうか。もうコメントいっぱいもらっててね、読めてないんでね、ちょっと一気に、読んでいきたいと思いますんで、お願いします。ちょっと待ってね。
やべえ、早く進めた。A ネーション関東放送では初だよね。そうですね、初ですね。山田電機、やっぱりまだやってなかった。早く来て公開。ボーボーツナイト歌えよ。電気は勘弁。こんばんは、どうも。お兄ちゃん確定じゃん。え、このあ、じゃあスペック説明お願いします。はい、スペックはですね 319.7 分の1の大当たり確率となっておりまして、はい、確変がなんと 100% SD と、はい、で、SD は33回転、はい、ございます。でその間32分の1の大当たり確率を当てられるかどうかというゲーム性になっておりますね。はい、まあちょっと想定の点に似てるところはありますね。そうですね、結局だから33回終わった後は100回までは時短ついてるんで、はい、そうですね、そこで当てられればというところはありますね。はい、で、はい、普通にこれあれなんですよ、右打ち中ね、その、はい、まあ時短も込みなんですけれども、はい、そこで当たれば70%で15ラウンドと、ああそれもでかいですね、7割は、ね、はい、うん、という形になっておりますんで、はい、まあまあ一発右へ入れてしまえば、はい、まあまあまずまず楽しめるんじゃないかなと。うん、なるほど。まああとはもうこの音楽ですよね、はい、あのキャラクターが、キャラクターというか、はい、アーティストいっぱい選べるんで、はい、好きなアーティストの曲が流れたりとかね、そういうのがあるという感じなんですね。はい、はい、アンテナ近く預けん愛してる、アンちゃんはここ、また来たよ、いらっしゃい。この台に出てくるアーティスト打ちながら後で教えて、山ちゃん。あ、了解です。はい、そうだ、おい山田、わしが行った時いつも店におらんぞ。言い過ぎやぞ。今日ね、今日ちょっと伊勢崎店に行ってたもんなんで。あ、そうなんですね。はい、これは、あ、これはメロンですね。メロンは、いや、パワフルって、はい、メロン超えたら熱かったじゃないですか。はい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 。でこれね、はい、このなんかあのパンダみたいなキャラクターがメロン代わりになってるんですよ。なるほどなるほど。なんでそれを超えれば熱いっていう、はい、あーなるほどね。はい、あの メロン超えと言われるやつですね。はい、想定の、初動めちゃくちゃいいらしいから覚悟しとけ山田。でね、始めてるわけ、なんだかんだみんな、ELT 聞きたいから山ちゃん歌ってる。お、 ELT も言われてますね。お、激アツの遅れ外し、あと20分始まるのに風呂に行ってくる。シアラアームチャリかな、何分遅刻するか予想しよう。安定の8分の2時間、始まらないからお酒お風呂行ってきます。いってらっしゃい。コンビニ行きそびれた、まあ8分安定だよね。A ネーション歌が流れるビーバーパワフルやん。あ、そんな感じなの、ね、まあそうですね。まだ10分は始まりませんけど、コンビニ大丈夫ですか。8分で、あたりタバコを吸ってこようかな。これだからある意味あれですよね、はい、歌パチとしてはなんかちょっと珍しい歌パチ、しちゃう歌パチですよね。このもっとこうね、人がいつもだって基本なんかリーチになって、わーってやって、そのライブリーチ行って当たるかどうかみたいな、はいはい、そうですね。歌流れるが大事、すでにこう、10日は蒲田に行くか水戸に行くかどうしようかな。あ、両方来たらいいんじゃないですかね。そうですね、はい、8分で8分18分で山田、お疲れ、また A ネーションお待ちしております。あ、ごめんなさい、遅くなりましたが A ネーションやります。山田おせえな、今日もしょうもない CCM ですか。あ、じゃあ最後流しますね。予定では、あと2分、なんかもうちょっとリーチ演出とか作ってくればよかったのにと思う。もう始めてください。5分ごと以上始まらない。そこで預けは残っているでしょうか。いませんね、ごめんなさい。もう帰っちゃいましたね。あってから5分待たせるのがデフォ。それまでは、こんばんは。なんで蒲田は待てるんだろう。ド M なのかな。いやいやいや、嬉しいですよ。ありがとうございます。太ったな山田。いやいや、そんなことないですよ。デブしかおらん。山ちゃんでかくなった。山ちゃん太った。ハゲは帰りました。預けんかも。山ちゃん顔大きくなってないですか。なってないです。結構なんで、また友達おらんのか。ワイプが昔の人みたいなんですよ。預けおじさんは変わりました。山田2週間前より太って元に戻っちゃったんじゃないの。いやいやいや、そんなことはないですよ。遅れてなのに預けんはいないですね。遅れてすいませんって言い慣れたでしょ。もう気持ちも困ってないもんね、まだ。山ちゃんとあんちゃんの区別が、野球のボール2つあるんですね。プロ A ネーションも当て方もう知ってるんですか。いやね、 A ネーションはちょっとまだ今調査中です、ね、あ、今調査中、はい、はい、じゃ今日ね見つけますよ。今日もぼっち放送です。そうですね、ロケット8がわからない。魔界でコクーンが見たい。コクーン保留か。オメガパパッと当てられる男性でコクーン保留、ね、なんで預けは変わりました。で、あのおでこ広い200円しか持ってないおじさんは変わりましたよ。1等いらないので里見ゆりやさん欲しいんですが。ね、ファンカンね。ダイソンの掃除機に運使いたくない。ダイソンの掃除機ならハンディタイプがいい。
そう、ハンディタイプですね、まさに、はい、本当にやる気ないの、いないんですよ、相変わらず山田ぼっちやな、山田さんの脱ぎたてのパンツください、ダイソンの掃除機、来店者に漏れなく当たるようにしてくる、それは厳しいかな漏れなくはきついね、お、歌が来た、6、3、2、1、あ、この中のどれか、あ、これ6ラインが来れば熱いんですよね、多分ね、はい、1ラインはもう あんまりっていう感じでしょうね、はい、NH1 ってトリプル A 出てくるんですか、出てくると思います、出てきます、はい、あ、もうちょっとランダムにしてみようか、はい、ランダムだと、あ、で、なんとなく無音 CM 見ながら心の中で歌った、でもじゃあそれはトトロ一つ目北斗無双でもいいですよ、北斗無双ですか、うん、ちょっとじゃあ北斗無双やります、あとで当たったらね、当たったらね、はい、預けは横でパス抜いてスタンバってます、おっ2ライン、はい、ドゥーアートマンジャッキ大、ヤマさんの好きなのを一発目にすると、あ、ヤマちゃんはどれ選ぶんですか、あ、え、何や、人、ヤマちゃん、あ、メロン超えた、え、メロン超えも、あれあれ、え、いやいやいや、メロン超えって熱いんじゃないですか、メロン超えってスーパーじゃないの、いやいやいや、全然ですね、全然ですね、はい、スペック辛すぎる、パンちゃんかわいい、リオさんかっこいい、ヤマちゃんスペックをすると私は初めて見る台 TK みたいなものですか、いや、とはまた全然違いますね、はい、だからもうフィーバーパワフルですよ、うん、演出は、あ、なるほどね、あ、ピーバーパワフルこと A ネーション ELT、秋田ので違い台を打ってください、あと昨日のマイクの調子悪かったけど今日は大丈夫そう、今日はちょっと大丈夫そうですね、メイジェって人の歌しか歌ってないやないか、断密は選べないですか、選べません、残念ながら、入ってないですね、 TK とヘルプパクったみたいな台、これ辛いよね、でもドゥーアート好きだから打ちたい、これがスロットで大人気だったロストアイランドですね、ハイビスカスが揃うと楽しいやつですありましたね、こんな感じでね、最近全くパチ打ってないんだけどスペックがどんどん辛くなってる、塩辛くなってるけどね、まあね、上限が決まっちゃってますからね、皆さん明日はでもまあある意味ね、はい、スロットもちょっときついっちゃきついですからね、そうですね、パチスロ感謝祭があるんですか、秋葉原で、あ、明日、はい、ありますね、どうせ続かないでしょう、リスナーを舐めるんじゃないよ、こんばんは、つろくさん痩せましたか、全然痩せてない、俺は高校時代に山田康人投手から5打席連続デッドボールされたぞ、そういえば山田さん鎌田の新卒はい10日に出るんやろ、10日には出ない、出ないですね、はい、すいません、基本薬物稼働をしないと熱くない、そうですよ、なるほどね、山田いつ当たるの、まあもうちょっとじゃないですかね、歯磨き終わって帰ってきたら始まってる山ちゃんのバカ、信頼機でボーダー20切ってるし波のスペックじゃないかな、昨日何気に打って 1K で6いくちになった、すげー、いいなー、はよ、コブラサドラム打てよ、それ保留どこにあるんですか、保留これこれです、あ、左、それ色変わったりはあるんですか、多分あるとは思いますけどね、はい、基本は青、水色、はい、あ、ドゥーアス好きな人多いですね、歌ってか、いやでもドゥーアスがパチンコに出るとはまず思わなかったもんね、そうですね、あっちゃん山田店長ワーコーツ日付が変わって今日6日誕生日になった、おめでとうございます、おめでとうございます、何歳になったのかな、いやでもね誕生日はいいことですよ、そう、なんか美味しいものいっぱい食べてね、なんか幸せな一年にしてくださいね、いいな、はい、こんな辛いスペックばっかりだと業界は滅びる、確かに山ちゃん2週間前エルフ取ってる、今日その台の大当たり回数何回ですか、これは今日は4回、はい、今日が25回ですね、はい、前回あんちゃん居眠り事件で、今週の大木町放送でモッサンが謝ってましたよ、あ、はいはい、あんちゃんちょっとしばらく他の店は出演禁止になりました、ね、私もドゥーアート好きです、アトロクは痩せてないで、あれサムラコーチは、今日純ちゃんのお店らしきところ覗いてきたよ、ありがとうございます、スロットわからないのと緊張でそのまま中を一周して出てきてしまった、全然純ちゃん呼んだ方がいいですよ、本当にすいません MM 号に乗りたいんで店長を呼んでもらってもいいですかぐらいね、山ちゃん今日も一日頑張るぞいって言って気合を入れてください、頑張るぞい、こんばんは、はじめまして、 2,3 日前アトロクさんにフォローを言ったものです、 ありがとうございます、ニコ生デビューですよ、ちょ
いつもね YouTube で見ていただいてたみたいでありがとうございます。ぜひこれからね生放送でてコメントを、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。デュアーズ選べないの？デュアーズ選べますよ。選べます選べます。この台の大この台に大工の源さん出てきますか？出てこないかな？北斗とも打って、これはパワフルなんとかですね。まあまあ似てますね。デュアーズ A ネーション&シングル縛りの中からだとなかなかの選曲。コーダクミって単体で台あるけどこれにも出てるんですか？出てますね。はい。何ですか？メロン超えたって何ですか？そのパンダみたいな役物は池田ですか？こださいよ、熱くないよ。あ、メロン超えた、メロン超えた、名言出ました。うわ、この台3強絶対打ちません。誰か山ちゃんって気づいた、山田メロン。今日仕打ち、機種の、名前上に出てないけどいいんですか？あー、書こうか。2画面にすればね、出るんだけど。なるほどね。じゃあちょっと待ってください。今週も山田ワイプを作りましょう。山田ワイプ。だからこれもね、三強ならではと言いますか。はい。まあ今三強さんぐらいしかやってないけど、その五個返しの。はい。あ、カメラ切れた。あ、ダメだ。ちょっと待ってくださいね。余計トラブルになったの。ごめんなさい。じゃちょっと1画面ね、はい。ノーマルのメロン声は熱くない、ロングリーチのメロン声はチャンスって出る。なるほどね。これヒートアップあるよな、 TK の TK みたいにヒートアップあるの？ヒートアップはないでしょう。山ちゃん、さっきの山田さんでリスナーさんからもらったの見た？あ、見ました見ました。はい。な、ね、洗顔フォームですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パンダくん出てくるよね。あ、そうなんだ。保留変化なくね。あ、こんなにないんだ。ないんだ。当店みたい。ルパンザエンドの情報ありますか？消されたの後継機らしいけど前のやつはなかったことになる。まだね、まだ見れ、まあ、発表もまあ微妙なところなんで、はい、まだ見れてないですね。はい。スノーは絆の再認定ができてゴッドも再認定取れるかもなんでしょ。あと3年は生き延びたじゃん。いや、どうでしょうね。結局パチンコも認定取ってても結局その間で撤去しろってなっちゃいましたから ね、 ね。だから全然認定取れたから3年間絶対もう使えるってわけではないんで。うん、そうですね。お誕生日の方おめでとうございます。健康で笑顔いっぱいの日となります。あとくもおっさんの誕生日の歌を歌ってあげてください。誕生日おめでとう。何それ。もうさはこうやって歌う。なんであんちゃん縦山できん、出演禁止になったんですか？寝るからですね。はい。東京って想定まだですよね。来週からですね。そうですね。あんちゃん出演禁止になったのか。安藤さんは蒲田店の放送でいびっかいて寝てたからな。本当ですか、あんちゃん。東京ってない。安藤さん、出るんだったら扇町で出てくださいっていうことですね。あとくってどうしてそんなにかっこいいんですか。ごめんなさいね、本当親に感謝ですね。そのパンダってキレパンダですか？違いますよ、メーカーが。じゃあ角田さん選んでください。ワイプの人ってサンドイッチマンの伊達みきおさんですか？違うよ。あんちゃんいるやん、その白と黒のやつ。白と黒のやつどれ？パンダか、パンダだ。山ちゃんね、山ちゃんこの台飽きた。あんちゃん早いな。あんちゃんのニコの前を分かってあげてほしい。まあそうね。ニコの前って時は彼は寝ましたからね。自分の道の友が来てくれたんだから、バンちゃん可愛い、虹の葉とは思えない。あんちゃん DD 北斗に出てたよ。アミチャレはありますか？ないですね。ヒートアップあるよ。あるんすか？禁止って誰が決めてるんだ。 DD 北斗の剣打ってください。あーちゃんにはからし入りの洗顔フォームがいいんだよね。危ない危ない。何が当店シリーズ3週連続導入だ。無理くり古いの入れやがって。頑張ったわこれ。それうちですね。はい。まあでもスロットのね、当店とかもね。いやー、はい、ね、あれ入りましたね。あ、メロンパンダを超えれば、はい、チャンスって上に出ましたね。なるほど。あ、これで超えればまあいいと。はい。超えよう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 。あ、下は超えた。超えたら発展するってこと？あ、止まった。え、発展しないね。発展しないね。全然なんかよくわかんないね。よくわからないね、これ。あんちゃんは寝るのが仕事じゃん。ほにゃららって法人は、ガロもおきうみも絶対に外さないらしいじゃないですか。マジでやってくれるならありがたい。
おまわりさん見逃してほしい。まあ、なかなかね、それは無理でしょうね。3年使えるかもわからないのに14万かけて3人って取るのちょっと高くね。いや高いっすよ本当に。あーちゃんが蒲田に出られないなんて。ワイプの人はいじり何さんですか。岡田じゃないよ。あーちゃんなんでそんな顔にしたの。人生に激感したのしてない。マート店で寝るのはいくら仲いいお店でもあれでも失礼だもんな。だいたいあんちゃんが来てくれるのは山田が友達できないからでしょ。みんな山ちゃんとあんちゃんのコンビが見たい。あんちゃん相変わらずコメントさばきは素晴らしい。すいませんちょっと今日遅かったですね。しかし蒼天2を5台も入れるやないか。好きだったからうちにかな。お5台も入れたんですか。蒼天2そうですね、スロットは5台入りましたね。来てください。さっきの方と一緒で8月6日誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。1959年生まれですか。何か59年というと6ん違うな、55歳、6歳、7歳ぐらいかな。いやいやいや、でもね、本当元気でね、そうですね、ニコ生見ていただけてるっていうのはね、本当にありがとうございます。ありがたいですよ。あんちゃんのニコ生謹慎期間はどれくらいですか。いや、扇町ではどんどん出てくださいってことですね。何ですかこれ微妙なまま。パッチの装填とかスペック微妙じゃねえ。あれただの修羅の引き換え券じゃん。そうなんですか。いやあれとは全く別物ですね。バッチこんな可愛いのに修羅の引き換え券はまた別にありますか。はい、こんなに可愛いのに大型バイク乗ってるんだよね。かっこいい。お今日はあバンちゃん、うん。あんちゃんが出演禁止政治的圧力を感じる。あんちゃんだけからしたっぷりの洗顔プレゼントしたから大丈夫です。やめてください。A ネーションって稼ぎやすいの。稼ぎやすい、これはちょっとあれかもしれないけどね。どうでしょうね。まあ運の要素もありますからね。パッチさんはね。誕生日の方2人ともおめでたい。ロングリーチで、メロン超えてチャンステロップで 33% 3回に1回は当たるだと。脱線見に来ましたぜ。まだ脱線チャンス来てないですね。おう59年の方おめでとうございます。山ちゃん最近ハマってるスロットある。最近ハマってるスロット、うん、スロットがね、ほんと絶不調すぎてね。いや、なんだろうな、でもコードギアスはちょっと打ったんですけど、はい、ギアスね、やっぱギアスはね、難しいね。出すのが、うん、ちょっとあの2000枚クラスの波をね、捕まえないとね、どうしても厳しいよね、あの台は、ね、いや、ほんとボーナス引けないとちょっときついっすからね。確かにね。山田さん、チェリーが中段に昇格する瞬間がたまらねえんだって言ってくれたら蒼天2宇宙に行くよ。なんだなんだ。チェリーが中段に止まる瞬間がたまらねえんだって言ってくれたら蒼天2宇宙に来てくれる。チェリーが中段に止まる瞬間がたまらねえんだ。絶対うち来てくださいよ。あんちゃん本当にダイエット。いやでもあれね、あれ画期的でしたよね最初は。あね、ブルーンってやつね。でね、やっぱね、蒼天2をやっぱ新、はい、まあ、新しくもう一回再導入してみて分かったことはね、はい、やっぱやつって出るねっていうね。ああのね、結構出るんですね。、はい、結構連チャンするんです。そうあんちゃん本当にダイエットやってるんですか。いつもツイッターカロリー高そうなの飯食ってるけど。あ、そうなの。まあその分動いてるんじゃないですかね多分。誕生日の方多いですよね。とございます。64だろ。旧スペックの台がなくなったら私のパチ人生も終わりかな。いや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 、全然蒼天の剣とか打てると思うよ。あっちゃんとこの社長さんも放送で寝たりしてるじゃん。まあうちの社長よく寝ますけどね。はい。サザンアイズ入る。修羅の引き換え券はブラッドプラスでしょ。A ネーションって昔観客の人が会場で落雷食らっちゃって家族から訴訟起こされたの知ってますか。知らない。パッチの蒼天はかなり評判いいですね。初動もかなりいいし、ボーダーもいいし、何より DD が蒼天の8倍のあらりとなっている。あ、なんかね、ツイッターで見ました。ブラッドプラスと蒼天って、聞いたけど、山田脱税、すら来ない。本当にダサすぎる。そのヒカイキンがブラッドプラス2で2万台も販売するから掘る関係者がすごく怒ってたよ。何が2万台。ブラッドプラス。ブラッドプラスね、うん、まあ噂ではもう完売っていう話ですけどね。あ、そうなんですね、はい。山ちゃんさっき山田荘で無双不調でって言って、今はスロット不調でって全部ダメじゃん。いやだから全部ダメなんだって本当に今。本当やばいっすもん。あ、本当に
ってことは、あんちゃんとのコンビ配信は見れなくなるってことか、寂しいな悲しいな、嘆願書を集めるか、わかりました、マジで行きますよ、あ、マジで当店うちに来てくれる、あ、お願いしま す, です、頑張っていっぱい出してくださいね。59年前のものです。またあっちゃんお肉食べに行こう、あ、行きましょう行きましょう。チェリキチまだ副主任ですか。そうですね。ちなみに山ちゃん日曜日いる？いるなら行く。日曜日いますよ。はい、8月7日ですね。はい、いますよいますよ、ぜひ来てくださいね、あの店長呼んでください、ブラッドプラス相当カス代なのに、無理やり買わされてるらしい。相当サイド導入したお店が近所にあるんだけど客付きいいんだよな。あ、そうなんですね。いやでもね、装填2ね、うちもよく打ってくれてるんですよ。隠れた名機だったかもしれないみたいなね。まあやっぱ 今出るとやっぱ意外と面白いなっていう。あ、なるほどね。これとアユも出てきますか。アユも出ますね。はい、あちゃん痩せた、あ、変な髪型のせいか。装填は8万発出てた、すげえ。山ちゃん早く当てて北斗武装に行こう。了解です。寝台以外でおすすめのパッチとスローを教えてください。最近打ってる台、もうね、僕はスロットの窓かまいかに今夢中なんでね、あの台めっちゃ面白いですねやっぱりね。はい、まあでもパチンコやっぱでもね、なんでかんだやっぱ北斗無双打っちゃいますよね。打っちゃいますね。で僕はあの戦国、あ、違う、乙女フェスティバル、乙女フェス、乙女フェスやってますね今。今乙女フェス好きです。あ、ガルパン終わっちゃったんですね。ガルパンはもう終わりましたね今乙女フェスとかですね。ペットボトル爆弾作れますか。作れません。この台何が来たら熱いんでしょうか。それはもうちょっとしたら分かると思いますよ。いやいやいや、一応3大キーポイントというのがあって、さっき言ってたんですね。あ、なになになに、ほらほら来たよ。これは何、これは何、これが熱いんだって。本当に本当にこれ熱いの。あれ、なになに、あれ、何今の、なになになに、あれ、これ何、ちょっと分かる人教えてください。これ何、今のまあまあ熱いんじゃないの。ダメなのか。ダメだね絶対。山ちゃん、そこまでやらなくていいね。あんちゃんまた来て。今よくよく思い出したのやっぱ ね、ヒートアップ演出ですね。ヒートアップ。あ、ヒートアップが熱い。リーチラインが多いほど熱い。ライブリーチが熱い。メロン声が熱い。ダッセー。あとはオールフルーツもありますからね、一応ね。ああ、それも熱い。1キロ痩せるのに7000カロリー消費しなくちゃいけないんだよな。あんちゃん消費よりカロリーの方が多そう。スクベッドしてるから当たったら避けない。了解。あんちゃん7000だったらもう摂取しちゃうでしょ。うん、山ちゃんチョイパチどう思う。チョイパチどうなんでしょうね。いや個人的にはあんまり意味がないと思いますけどね。そういやどっちかもスローの装填入れてたな。あ、そうそうそう、外店長とだからあのうちのお店が一緒に入れたんですよ。はいはい、あ、そうなんですね。はい。窓マギいつですか。窓マギは9月の中旬ぐらいかな。はい、中旬から下旬ぐらいですかね。今よく思い出したんだけど、あ、これ読んだな。山ちゃんそこまでやる、あ、これもんだな。山田さんに質問なんですが、キレキって中古代でも残るんですか。残らないですね、これは。中古代？中古で買った。はい。じゃあそれは OK になるんですか。あ、それは NG ですね。はい、近所のホールが窓場に増やしたり今さらアステカ入れてるんですが、それは多分あのチェーン店から回ってきたとかじゃないですかね。うん、窓場に2のためですかね。当たり中浴衣姿でうちは持ってるアユの動画が選べますよ。8月10日って何があるんですか。8月10日は21時のお時間ですね。はい、9時のお時間から、生放送を行います。はい、で、あのまあポスター見てもらえればと思いますが、はい、ちょっと今出しますか、ね。はい、ということで、祝100店舗突破ということでね。はい、特番の超ニコ生キコの100件やりますんで、ぜひ見ていただければと思います。放送時間は21時からの予定となっておりますので、ぜひあの今から、ね、タイムシフト予約してですね、お見逃しないように、できれば、ね、生で見ていただいてコメントバンバンしていただくとですね、出演者の方々も喜ぶと思いますので。そうですね、よろしくお願いいたします。一応関東が9時からやって、はい、終わったら今度は、はい、関西の方にバトンタッチと、ね、はい、
いう形になりますので、ね、本当に長い間キコーナチャンネルがね、はい、見れますので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。朝までダラダラと見てもらえます、はい。お店行っても山ちゃん鬼の形相してるとか話しかけられないもんな。してない、してない。あゆのモノマネしてください。あゆのモノマネ。あゆまーす。しかしわざわざ台を打つのやめて、あんちゃんのマイクを大きくしていびきの音取ってたよね。あんちゃんの出来は2人のせいだ。あつらくまどかに顔の形似てるよ。あっちゃんの顔が痩せた。これなんか先読みなんでしょうね。はい、めっちゃ、あ、緑だ。めっちゃ動いてたね今パンダ。ああ人生に疲れそのままやったりしちゃったのがいい人だった。生きてるよ。8月18日はケバラの誕生日なんですが、かまと店で来店はありますか。ないですね。2ラインないです、はい。あ、変わった2ライン、はい、違う2ラインか。ダセー、おい山。北斗武装のスペックで歴代北斗のような演出だったら打ち込んでるだろうな。ダメ。バキを打つ話はどうなりましたか。あ、バキまだありますね。バキって打たなかったでしたっけ。いや、バキ打ってないね、まだ。そういえばバキちょっと、また2回でやるときに、はい、そうですね。あと音フェス打つのも平和のボタン振動付きっていうのもあるでしょ。あ、でもね、うん、好き、ボタンは。癒すだけ。来たよ来たよ、これが熱いんだって力強く言ってたよね、今今言ってたよね、さっきね。ダッセイヤマ、ヘックス、ヘイクです、パンダの目が青かったからダメ。山ちゃん秋田 DD って、早く出玉出せ。これ多分ね、はい、これ純粋に多分三強なんで、はい、やっぱ赤が熱いと思いますよ。あ、赤フルーツ柄とかじゃなくて。あ、まあフルーツ柄熱いけど、なんかまあフルーツ柄、まあまあまず出ないじゃないですか。はい、フルーツ柄あるか。フルーツといえば水ある。チョイパチョの卒業向けというより黒と思って。全然これ3210、0がある点。ああ、よ、1位になった。チョイパチョのゲーセンでいいような気がする。オールフルーツは 20-30% だよ。あ、当たる確率。あ、そうなんですね。お風呂出たよ、ただいまおかわり。明日からプロジェクションマッピングすごいの。いやー、まあまあまあって感じですね。まあアステカと思わないで打てば、うん、普通の ART 機、はい、かなと。そういえばエンタライズの寝台、池澤大百科は何台入れるんですか。エンタライズの何。エンタライズの寝台、池澤大百科。なんすか。山ちゃんの怖い顔まだ見てないから、遭遇したらショックで声かけられない。YouTube 上げるの、スペシャルは。一応スペシャルは一応上げる感じですか。何事もなければ上げます。そうですね、はい。関西は笠井先生も出ますかね。あ、出ないと思いますね。あ、うん、出ない。基本天長人しか出ないんじゃないかな、ね、関西は。いや、魚の方のあゆのモノマネですよ、山ちゃん。あちゃん罰ゲームやるの。罰ゲームやらないよ。あちゃんから、電サポ中にいっぱい球が増える打ち方を教えてもらったんですが、これ蒲田でやってもいいですか。苦情は圧力。関西、関西とテルマエ出すなら見る。いやー、多分テルマエは出るんじゃないですかね。出るかもしれない。出るか、どうだろうね。場所がちょっと遠いからね。店長成り立てなんで忙しいかもしれないですね。今日で圧力と会って2年が経ったので、これからもよろしく、よろしく。もう2年も経ったんだ。早いですね。矢は当たってる人がいると後ろに立って椅子をずっと蹴るって本当ですか。しません。あんちゃん、アンケしてこの台飽きた。あんちゃん、あっちゃん、ヒートアップでリーチが増えると圧力。山ちゃんって高校の時、技術部だったんだよ。フルーツになった。フルーツ柄が出てきた。いじってる。めっちゃパンダ動くじゃん。めっちゃ出てきたよ。めっちゃパンダ動く。おい、なんだよ。あ、そこがフルーツ止まれば扱ったってことですね。そういうことでしょうね。なるほどなるほど。2画面パンダが、連続するところからだね、この台は。おー、山ちゃんはどこのメーカーでも赤が熱いんじゃないかな、ほら。先読みの赤パンダ、おわ、ヒートアップが待ちどころです。なんか今ちょっとフラッシュがありますね。はい。あと前から持ってたんだけど、特別放送とかの時はもっとたくさんいろんな方法で宣伝した方がいいと思う。お、例えば何でやればいいですかね。何でしょうね。いろんな方法で。ああ、じゃあ、
なんですか。あ、じゃあ、 うちの会社の LINE とか使って書くんです。あ、39。はい、ようやく39が出ましたね、はい。デフォの赤も騒ぐ山ちゃんの赤があっては信用していいのでしょうか。山ちゃん、どこかテンション上がって思わずカウンターのカップラーメン食べたらダメですよ。食べませんよ。昨日1周年記念のお店に行きました、隣の店が潰れていたのでもう人がいっぱいで台を探すのも大変でした。受験勝ちました。おめでとうございます。8月10日は仕事休みだから放送開始から新宿3丁目店に行くよ。お、頑張ってください。あら、頑張ってください。家が混んでいける。マジか。じゃあぜひその時には A 電車を打ったらいいんじゃないですか。山ちゃん3丁目店のだからあれでしょ、はい、スタッフの子が来ちゃうもんね。山田に、山ちゃんは10日の関東放送終わってからその後の関西放送にも関西に行って出るんですか。出ません。あちゃん、ところでこの次の日朝からだから。あ、仕事ね。その髪型で電車に乗ってきて職質されませんでしたか。されてません、じゃあ6号東京駅にスペシャルのポスターを貼ってこい。だって東京駅にポスター貼るのとかいくらかかるんだろうね。相当高いんじゃない多分。いや、やばいよ。サンラインは、あれだけで終わりですか。9ラインくらいないと熱くないのかな。ちょっとね、びっくりしましたよ。あ、本日の晴天なりちょ、まださ、はい、発展すらしてないから。そうね、これどう発展するんだろうね。曲、機能のなんかこうリーチ、一応だからライブリーチとかもあるんですよね。はい、そういうのがちょっと見たいね。蒲田駅に貼ればいいんじゃない。蒲田駅とかでもポスターとか絶対高いよね。まあ高いですね。渋谷の大画面で10日の放送を流してください。あ、なんだ。あ、ちょっと僕個人的なあれでアンケートしてもいいですか。アンケート機能使ってもいいですか。はい、ちょっとどうしました。知りたいことがあって、ちょっと皆さんアンケートにだけちょっと答えていただけますかね。これでもなんかこのパンダくんの役物壊れそうだね、はい、ちょっとね、はい、最近このよく動く役物がいっぱいあるじゃないですか、はい、もう壊れる心配しかしないですもんね。あ、これでも格言入ったら確かね、ずっとライブ映像みたいな感じなんですよね。ずっと流れてるような感じなんですよね。じゃあちょっと皆さん出題しますね。はい、ということで僕が知りたいのはですね、はい、皆さんはアベマ TV っていうのを知ってますかっていう、まあ、え、な、アベマ、アベマ、アベマリア、アベマリアじゃない、アベマ TV を知ってますかっていう質問なんですけれども、皆さんちょっとね、アベマ TV、答えていただけるとちょっと僕参考にさせていただくのでね。はい、お前の趣味か。そう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 、知ってんのかなっていうね。みんな知っててもね、あの聞いたことあるけどなんだかよくわかんないとか、そういうのあるじゃないですか。テレビですか。まあ、テレビみたいな、みたいな、なんか、なんかネット上でずっとやってるテレビ局みたいな、ね、ネットフリックスみたいな感じのとは違うんだね。なんて言うんだろうな、とにかくずっとやってるんですよ、ずっと。その台今日何回当たってますか。4回ですね。山ちゃん今日はこれ当たらずに終わるよ。これ、でもこの台でももう1000ハマリなんだけどね。うん、3ラインは信頼度 10% くらい、5ライン以上じゃないとダメ。 10%! うん、ちょっと桃江ちゃんの曲聞きたいから流して、今度選挙があったら選挙ポスターコーナーのところに私が池田ですのポスター貼ってもいいですか。やめてください、どうぞ。札幌駅に貼れば、早く当てて移動してちゃ断り、知りたいことあったのは髪型のことかな、どうせお盆休みだろ。まあ思わせぶりのリーチ発展するよりはマシだけどね。吉宗みたいな役者だから壊れそうだね。リオのオリンピックの開会式で8月10日の音をアピールしましょう。圧力の圧力で緑、
緑じゃダメなんだろうね。大和線の車内 TV でキコーナチャンネルを流してください。キコーナの店舗ラインでも生放送の宣伝ってしてるんですか。生放送の告知ってやってるんですか、山ちゃん。何がですか。ラインで店舗ラインとか。いや今のところはやってないですね。回答したけど今そのあしたいけど質問で見てる。浜崎の大の件があったからな。お前の趣味か、阿部真央さん。あそこの阿部真央 TV のステマがありました。最近見始めたよ。ああやっぱりね。あなたの髪型は今度台湾に来たんだよ。山田知らないの、阿部真央。知らない。なんで知らないの、洗濯機。あ、知らないの洗濯機。あ、ごめんなさい。鈴間に教えてもらってよく見てる。スマホだから知ってる。いろんな番組やってるよね。安倍総理の番組、安倍マナを撮るつもり。見たことないけど渋谷でうちはもらった。アニメ見まくり。俺も見るな。アメマ TV よく、ラブライブやるよね。アプリだけダウンロードした。ラブライブ見れるからね。アメーバじゃない。無料なんですか。無料ですね。アメーバ。清志くんが宣伝して、そうだね。今のところ見たい番組がなくて見てない。昨日ね、あのよくあのフルハウスとかのアルフって知ってます。あの海外ドラマの、そうそう、あれとかをね昨日やってたんですよ朝。へえ。渋谷の109のコーランビジョンだと7日で、15秒かける30回で約40万円。安いじゃん、あっちゃんのポケットマネー。高いでしょ。アベマ放送日本海教室が宣伝して、 A ネーションのライトミドルってなんで導入テンポ少ないんですか。まあタイミングの問題じゃないかね。先の台は渡らないのには折りがひどいよね。さないんじゃ燃えない。山ちゃんはお子さんに島次郎を見せなさい。島次郎は見てますよ。今後も宣伝しないよ山ちゃんね。159分の1は9月の発売じゃないんですか。そうですよ、9月ですね。ところでこのアンケートした理由は、あーそうです、ちょっと待って。楽器図柄が止まればいいの。あるところジョージさん、そう真ん中に楽器が止まらなくちゃいけないんだ。ミノモンタナの夜ズバがやる報道番組もあった、うん、ダメだ。チラシボランティアで配ってあげる。いろいろドラマや、アニメもスラダンとか嬉しい。スラムダンク最近のなんかあれ ドラマ見てます。見てますよ、いっぱい。何が一番面白いですか。ちょっと待ってくださいね。あのねあの自分乗っ取られちゃうやつ。はあ、ちょっと結果消しますね。はいが 29%、 いいえが 34%、 知ってるけど見てないが 36%。 はい何パーですか。 26% ぐらい。 4人に1人ぐらい知ってると。そうだね。おなるほど、ありがとうございました。僕の島次郎見てよって言ったことある。僕の島次郎何ですかそれ。ディズニーランド近い蒲田から。全然近くないですよ。アルフの中の人はお亡くなりになったんだね。意外に見てない人が多いんだな。そうね。藤原竜也のドラマ、そう藤原竜也の自分の ID とかを全部乗っ取られちゃって。ああはいはい。あれ、そして誰もいなくなったね。そうあれ好き、あれ面白い。あれでも怖いよね。あれ怖い、怖いけどなんかいいね。あれなんかもう圧力さん、明日が圧力さんじゃなくなりますからね。いやでもなくなっても別に大した問題はないんですけどね。放送時間が被らないなら関西でも生放送の告知してもらった方がいいと思うよ。お互いメリットある。ああなるほど。じゃあ、ああでもね、それは、でも向こうもやるからね。まあそうですね。そして誰もいなくなった藤原達也の作品じゃない、乗っ取られちゃう。そうあれ面白いね。アルフ懐かしい、アルフ人形持ってるよ。マジで欲しい。遊戯機が適正化されて新たなファンが増えるからこの業界の未来は明るいですね。棒読み。あそこ松井ジュリアのドラマ見てる。あ見てない。あそこさんハワイ 5O に出てますよね。わかんない。アベマ放送の懐かしいアニメ系のチャンネルよく見てるな。アニメ見る、お坊ちゃまくん。そして誰もいなくなった今クールは、いや、家を売る女も面白いね。ゴール、あー、ゴール、はい、北川景子さんの、うん。後の髪の毛に乗っ取られるの。アトラス教師に乗っ取られるよ。二人の ID 取るやつなんていないよ、誰得だよ。北川景子の家のやつも結構面白い。ディズニーランド蒲田から車で30分かからないから。嘘みたいな。マジでスカートじゃん、そんなに。阿部はアニメをやってる。山ちゃんアーティスト変えない感じ。いやなんかね、その
ロングリーチというかさ、ちゃんとしたリーチに行ってみたいなというところだったんですけどね、だからそれが来たらとりあえず変えようかなと思ってたんですが、なるほど、何も来ないんでね。あ、仰げば尊しも面白い、俺好き、あの不良がみんなで、あ、吹奏楽のやつか、そうそうそう、あれね、まあまあ好き、なんか僕があ、あれ仰げば尊しってあれですよね、横須賀ばっか映ってんだよね、あ、映ってる映ってる、駅前映ってる。横須賀中央駅の駅前映ってたですよね、うん、あ、っていうかね、はい、仰げば尊しの第1話の、はい、結構遠くからね、はい、あの猿島とかを映したりしてる、してたところでですね、はい、なんと貴重な横須賀店が映ってましたから、マジですか、はい、マジですか、映ってましたから、細胞に出てくれたヒーローズにも出てる街をからよ、あとは乗っ取られたかそんな髪型してるのか、山ちゃん、あ、これ読んだね、そうです、街をかさん、ニコ生デビューしたものの、明日早いのでお先に寝ます、あとはいつも通り YouTube で見ます、頑張ってください、 ありがとうございます、ありがとうございます、また遊びに来てください、蒲田から30分で近い、仕事中に出てにも行けるからいいですね、おい山田、1時間で見せばないぞ、これは難しいね、シックスライン、シックスライン出てくんねえかな、一回ぐらい、そうね、ポンキーのドラマ、うーん、年取ったからかな、いやでもね、当たり外れはあると思う、このクールによって、まあね、うん、青毛場の不良は今あんな感じの高校生っているのかなって思ってしまう、いや、うん、あれだからちょっと昔っていう設定ですよね、シグナミンドラマ見てる、ドラマ超見る俺、このままじゃこの台打てないと山田、あんちゃん、おもちゃまくん面白かったから LINE スタンプ買ってしまった。友達んこですか。じゃあ今度僕に会ったら僕友達んこしてあげますよね。山ちゃん結構暇なのね、結構ドラマ見てるんですね。でもそう、あの実家に帰った時にね、夜中にたっぷり見ちゃうんで。なるほど、昔ザ・インターネットっていう、すごく似た内容ね、いかがあった在宅勤務で、おお、びっくり、あれ、この音なんかちょっとあんまり、あ、でもなんかほら、あれ、2回出たよ、もう一回来い、もう一回来ないんかい、まだわかんないんじゃないか、お、ポンポンポン2、ワンライン、ワンラインね、人生に絶望してたら遅れました、これが A ネーションか、パワフルじゃないのこれ、まあまあまあ、まあ、パワフルみたいなもんですね、はい、貴重な横須賀全国デビュー、秘宝時を山口達也さん離婚、映ってたんだ、それ放送コードに引っかかるから削除要請しないと。サッカーオリンピックどう思いました、いやーね、うん、いやたださ、まあ、点取ったのはいいんですけど、はい、いや、取られすぎでしょ、どう考えても。山ちゃん、トンネルくんなんかずっと7持ってんだけど、これ。え ?7 持って、どっか行っ、ああ。あ、そういうこと。あ、でも、いいって。これ、ワンラインなの、そうですね。東京ゲートブリッジ周りで行けば、高速使わないで30分あれば行ける、だそうですよ。ディズニーランドまで。ディズニーランドね、今とかめっちゃ混んでそうだよね、夏やディズニーはね、シックスマルイン、海外ドラマみたい、牛島くんの新しいシリーズ始まってる、あーそうだ、こないだ撮り忘れちゃった、牛島くん、牛島くん面白いよね、え後半に行かない、うん、牛島くん面白いですね、早く当てて、サッカー久保が大きい、ザ・インターネットは、サンドラ・ブロックの映画ですね、あれもハラハラとしたはよ当てろよね、もっと打ってないよ、音にビビる山ちゃん、赤と音に弱い、そう、キュイン、キュイン、キュイーンって言われちゃうとね、牛島くんでパチ台が出てほしい、ああいいかも、山田さんはダッシュ村に来てくれませんか、当たりみたいよ、変な煽りやめてください、どうせ当たらないんでしょ、ツイッターでマクドナルドが まだ開会式やってないのに素晴らしかったってツイートしてるんですけど、あの企業って未来人ですか、本当に未来から来たんでしょうね、ブラジルで、スマホ持ちながら歩いてると襲われるそうなので山田と根本やれ、そうなんだ、いやでもねそうらしいですよ、なんでそれ欲しいから、いやスマホを、うん、窃盗するのが流行ってる、
流行ってるみたい。なんか売れるんでしょうね、向こうだと。まあまあそうですね。パウルだと4921になって、山田選手プーチン大統領挑発にしたことで、パンダの動きが可愛い、山ちゃん鳥越の真似して、山ちゃん脱線まだですか、内山君 主演の、山田孝之かっこいいよな。かっこいいね。なんか山田孝之のツイッターとか面白いんですよ確か。あの方ってなんかすごいいろいろな表情をしますよね。いろんな役やるもんね。ブラジルのスマホはかなり高価な品で銃弾10万発より高いらしいです。マジっすか。そうなんだ、初めて知ったわ。恐ろしいな。なんか全然エーネーション感がないねライブ感がないんですよ。山田さん、お子さんに牛島くん見せて。いやいや見せないですけど、さっきテレビで見てたら結構な年配のご婦人が日を言ってた。90歳とか。明日のでもあれですよね、明日の朝開会式かなんかですよね確か、はい、これちょっと頑張んないと本当に。はい、同じ山田でも安い人は、だからリオにオリンピック見に行かれる人はご注意ください。そうですね、あちゃん明日牛島くんだから録画忘れないようにね。明日、はい、明日はあれもあるわ、ラブライブサンシャインもあるんだよね勇者ヨシヒコ見てましたか。見てた。なんすかそれ。あのドラクエみたいになんかこう冒険。あ、勇者ヨシヒコ。そうさっきからパンダしか出てこないですね。山田さん、お子さんに匿名係長ただの教師見せてください。山ちゃん、新しい子供まだできないんですか。いやいや、できないですよ。パワール感はある、ライトスペインもあるけど、ミドルの方じゃないと若い人には少ないと。スリーラインじゃダメだな。10%もあんの。10%。おあー、超えない。超えてよ。山田さん、デモさん、甲子園に女性が入ってもいいと思いますか。ああ、あれかな。ああ、なんか制服着てってやつ。あ、ユニオム着て全然いいと思うけどな。ね。あれ3お3って言ってたよね。パンダの 目が緑に光ってました。お新しい。んちょっと割れないじゃん。はい、ブラジル大統領が現在権限が凍結されているからね。今、連邦議会で不正疑惑のある前大統領を首相にしようとして。ダーン。このパンダってでもあれですよね、はい、これって A ネーションのキャラかなんかですもんね。そうですね。昼間のコメンテーターが皆さん生きて帰ってきてくださいみたいなことを言ってた。オリンピックおじさんってまだ健在なのかな。オリンピックおじさんって誰。わかんない。もう1時間だから移動して。飽きた。ブラジルいくらの財布は2つ持ってた方がいいよ。1つは強盗用に、前に行った時に友人から教わった。でもまあ海外だとでもそうですよね、結構ありますよね、うん、全然暑くないな。何が暑いんだろう。あとあれだね、はい、リュックとか背中にしょっちゅうダメってやつだね。あ、そうなんですね、うん、今何回転ですか。通算1050回転ですね。はい、ラブライブサンシャインって何。ラブライブとは違うの。まあ続編みたいなのですね。明日オリンピック始まるし、日曜から甲子園も始まるから楽しみが多い。あ、そんな中ね、川端店ではパチンコファン感謝デーやっておりますの で、ね、もうね、15時と19時のね、はい、お時間に遊びに来ていただくとですね、なんと1等のダイソンが、ダイソンの掃除機が当たるかもしれない。明日、明後日でね、5個出るって話ですから。はい、はい、来てください。全く発展しないってことは、発展したら熱いのかな。かもしれないね。保留変化あるんですか。ない。いや、結局ないっぽいっすね。リオは治安も悪いし、自家熱も怖いし、時差12時間あるので、山ちゃん行ってきてください。あれ、なんか色変わったね、でも。あちゃん、山ちゃん、こんばんは。すげえいっぱい出てきた、すげえいっぱい出てきた。今日も関西放送見ずに大阪から見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい。でもシングルだよね。ね、うん、緑。あ、これ結構
なかなかパンダ超えないんだね。さっきね、だから超えてもね、だパンダの次が7なんですよ、うん、でその7を超えたらなんか多分あんのかもしれないですけど、この台って堀のところ色が変化しないの、全く発展しないってことは発展したらっていうのかな、ダメだよ、神聖な甲子園に女性なんて神聖なのかな、まあまあ、でもだってさ、始球式とか普通にアイドルやったりしてんじゃないですか、ね、でも甲子園は女は投げないとかあんのかな、ねその辺か分かんないな、靴の中にお金隠して歩いても靴を取られるから意味ないみたい、キュンって、佐藤二郎が面白かった、山田さんは松井秀喜の5打席連続敬遠、してもいいと思いますか、いやしても良くないと思いますよ、山ちゃん今日当たる確率は5選女性が入れるように山田さん高野連に喧嘩打ってください、激アツ演出を教えてください、あれだ、女子野球部とかはないんすか、今ってソフトボールになっちゃう、あ、そうなんだ、激アツ演出はですね今のところ多分出てないですね、出てないですね、はい、私も思いました、オリンピックおじさん今回はめくられるのかな、ハッピー来て派手に応援される恒例のダンス、バレーボールとか応援してる環境、その手の財布を一番な、はい、なオリンピックな何が期待してます、何期待しているというか、何か見たい競技ありますか、水泳、うん、あ、女子、うん、あのなんかすごい若い子、ああなんかいるじゃないですか、どんどん記録作ってる子ね、そうあの子が金取れるのかっていう、あれはケンブリッジ君は、ケンブリッジ君はどうなんでしょうね、いやでもね、うん、ちょっと陸上でそのなんかメダル取れるかもしれないっていうのはね、うん、ちょっと興奮しますけど、あ、陸上ね、短距離で、あ、短距離ってだって絶対かなわないと思ってましたもんね、まあ、アメリカとかにはかなわないってイメージありますよねその手の際も2つとかいう対策も相手に読まれて全て取れる、佐藤ちゃんさんといえば幼獣豆柴田式、オリンピックおじさんこと山田さんは金色のシルクハットに羽織袴といういでたちで日の丸を振る、わっ、あ、なんパンダ赤い、あ、赤いいいよいいよ、あ、ダブル、お、なんこれ、ん、 V になってる、リーチ1個だけだよ、 V になってる、え、リーチ、あー、ダブル3ライン、あ、3ライン、なんだ、なんかちょっとはあんじゃないのこれ、発展、発展はあるでしょ、うん、止まんなよ、おー、いったチャンス、止まんないで、おいおいこれで終わり、マジかよなるほどね、今日まだ当たってない、はい、すいません、日本の裏側はブラジルらしいので山田さん穴掘ってブラジルまで活躍させてください、オリンピックおじさん1980年から13大会連続で応援し、カルカオマで叩いてみよう、当たるかもよ、山ちゃんは忙しいのに打ちながら寝ないから偉いな、いや、ロングリーチのメロン声は発展とかなく 33% でビタッと止まって当たる、あ、そうなんですね、女性が入ってもいいんじゃと思う、オリンピックおじさん33%ってさ、もう3回なんか2回以上は来てるよね、山田さん体重教えてください、体重ですか、はい、まあ、80ちょっとですね、けど水木奈々とか歌ってた、女子野球もあります、あ、女子野球もあるんだね、バレー女子に期待してる、女子野球部はあっても高校野球できる程度のチーム数は日本にはない、オリンピックおじさんと相撲のおじさんは同じ人ですか、水泳、ゴルフ、体操、卓球女子、僕は賭博バドミントンに対して、野球、あっちゃん投げ、水着が目当てのセックロス、水泳、体操、レスリング、ナックル無線の吉田恵里どうなった、とりあえず明日やる女子バレーに期待してる、バドミントン以後、吉田さん、もう明日早速女子バレーなんですか、
厚い日見せて遅れ、短距離は無理だよ、ソフトボール池澤に期待してる、結局体操の白井健三が好きなんだろ、吉田志学期待しちゃうね、最初かな、女子バレー1回戦いきなりライバルの韓国戦、ケンブリッジ君9秒台出したら会社から1億円もらえるんだって、マジっすか、ちょっと9秒台って相当無理だよね、頑張れのフランスの無理大したことない、おー山さんの好きなか、ナックルを広瀬熱い、これは熱そう、でもダメでしたね、僕は戦車道に期待してるんごちくガルパンね、山ちゃんが好きな赤だね、高校野球も楽しみ、あ高校野球は楽しみですね、でもね、あとはスクール見てき好きって言ってたもんね、ね7人制女子ラグビー揃った、おあ、あるね7人制の、やばないわ、あらら当てる気ある、あれが 33% ってことでしょ、チャンス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 、山ちゃん壊れた、今の熱いの分からない、熱いっか分からないけど、なんだこれ山ちゃん絶対プライベートで打たないと決めたでしょ、いや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 、7人制の、女子ラグビー代表の皆さん可愛い子が多かった、まだやめないなら当たるまでやってね、オリンピックおじさん相撲でもたまに、アーチェリーはトーナメントの組み合わせ決める試合終わってロンドン大会個人銀メダルの古川こうは、687位だった、ソフトボールは東京オリンピックから、アーチェリー、アーチェリーソフトボールと野球がね東京オリンピックで、あと、ね、空手とサーフィンと、あそうサーフィンと、あの登るやつね、あはいはいはい、あれの登るのってさどういうどういう感じなんですか、スピードとか正確さとかじゃないですか、わかんないけど、俺ちょっとやってみようかな、無理ですよ、重力には逆らえないよ、だって重力には逆らえない、あれはやっぱね細身の人がちょい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 、割とでも、僕子供の時からですね、あの、はい、木登りとか得意だったんですよ、本当ですか、はい、あじゃあぜひそれピョンピョンピョンと登ってって行く時には僕あのカメラ持って行くんで、あのねずっと僕下からこう見上げて撮ってます、骨折するっていう落ちて骨折するっていう、あっちゃんが好きなスクミズは旧式の方だよ、ここまで、来たら当たるとこ見たいな、山ちゃん意地でも当ててね、ちょっとね当てるとこ1回ぐらい 見たいですよね、外国にある、ランジェリーアメフトだっけ、あれをオリンピックしたら、ランジェリーフットボールですよね、あれすごい、当たるまで彼待て、ちょっと失礼な想像だけど、オリンピックおじさんってすごいお金持ちなんだよね、お相撲でも見れるのはよく、サーフィンって思ってる、あーでもなんか プロサーファーっていうのが存在しますもんね、そうですね、うん、だからまあありなんじゃないかな、プロってことは誰かからお金もらってるってこと、あの大会がありますからねサーフィンは、あーあーなるほど、山ちゃんの北斗武みたい、アメリカのレオタードラグビーみたい、いや芝浦子供の時の話でしょ、嘘です、子供の時得意なことが30過ぎてもできるとは限りませんよ、顎骨折してみてください、それゴラムだね、アーチェリー代表の山本が今日の調子は3連チェリーって言って滑ってた3連チェリー発展もしてないのに、そうだね発展もしないね、いやーこれなんだろうね、でもみんなそうやって思ってこう打ち続けてちょっと一回当たるまでってねやるわけですよ、でね、まあ、そうですね、僕みたいに劣化の炎で1600ハマるんですよ、一回当たるまでみたいにやると劣化の炎ね、ほんと当たらないよね、あれハマり深い時えらい深いのね、あれね、なんかしないけど一回ね当ててみたいんですけどね、いや絶対やった方がいいですよ、絶対面白いですよ、あのでもさ16ラウンドの時のあれは気持ちよさそうだよね、2700発ね、うん、デビルメイクライ10打ってクロスね、クロ クロス、はい、これスロットっすね、あもう入ってるんですか、入ってます入ってます、はい、あ今このヒートアップに行かないとだもんね、うん、早く当てる想定に行きましょう、いやいいやつだったな、圧力さんパラグライダーやって、飛ぶやつかな、僕あんま高いところがですね、いや圧力さんならあの今、ね、パラシュートつけないスカイダイビングがありますから、うん、無理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 、俺気絶すると思う多分まず落ちた瞬間に今日は2台同時、撮影じゃないんですか、そうなんです、トマト店はねちょっと1画面放送でやっておりますんでね、はい、山ちゃんその発展しない台何台入れたんですか、これ今5台ですね、はい、
前回の東京オリンピックはまだ幼少期だったので4年後は開会式に行ってみたい。あ、チケット取れるんですね。確かに開会式とか行ってみたいね。ファンキージャグラー打ってスロー打つなって苦情コメントだらけにして、ああなるほどね。サーフィンとか波なかったらどうやって競技するんだろうね。でもどこでやるんだろうね。千葉、これも当たらないよ多分。お願いだからそろそろ想定打ってくれないかな。それって運動会で転倒するポポと同じじゃないの。想像に体がついていけない系。ねまだ想定かみたい。山田さんは観覧車乗って、私も幼少期のイメージで大人になって竹馬やったら全然乗れなくて転倒して腰を強打した。マジっすか。竹馬俺乗れなかったんですよね。乗れました。竹馬乗れました、乗れました、全然乗れました。全然竹馬乗れなかった。プロジェクト TK では嫌ってほどヒートアップ効いたのにね。そうだね、ほんとそうっすよね。紐をつけないバンジーはあっちゃん生でやって死ぬわ。あちゃんあんちゃんをパラシュート代わりに飛んでみたら山田さんがお子さんとメリーゴーランド乗ったら壊れたって本当です。壊れませんよ。これは緑じゃなくてライトを入れるべきだったんじゃないですか。ライトはね、うん、まだ出てないんでね。白とパチの需要ってお店関係なくパチの方が上なんですか。何がですか。パチンコとスロットの需要、お客様の、はい、まあやっぱパチンコの方が多いですからね基本。あ、そうですね。4年後の自分って何してるんだろう、想像ができない。確かに。お、ツーライン、はい、人口なんの波じゃなかったか。あ、そうなんだ。オリンピック、あ、これ4ライン、ちょっと違うじゃない。1、2、3、4、5、6、これ6ラインじゃん。おお、発展した、初めて来ましたよこれ。はい、発展しましたよ。ようやく当たったよこれいや、そんな簡単に当たんないんじゃないのこれ。6ライン、違う6ラインね。竹馬乗れなかったな、一輪車はいけた。そう、俺も一緒。今からサーフィン会場候補地のそばに新店舗を出そう。あ、いいね、それはいい。はいはい、よかったでちゅね。蒲田放送でスロット打つと苦情が多いのですが、皆さんパチの放送をご所望なんですか。まあ、この関東版のチャンネルに関してはパチンコファンの方のが多いかなと。あれ、いやいや、違う、ドックンね、うん、これはいいね、これは当たったね。ガロドックンスピードはこれどうなんだろう、中速あ、早い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 。6ラインは 63%。 マジっすか。はい、来たでしょ。あら、当たりました、おめでとうございます。だからね、これ発展したらやっぱ熱いんですよ。発展したら結構熱い。発展したら熱いんじゃないの。はい、だって初発展じゃないですか。そうですね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、5ラウンドあたりですかね。はい、へそだと 95% ぐらいで5ラウンドですから。はい、あ、これでもう一応 100% の ST ですからね。はいはい、33回転、はい、で32分の1を引けばいいわけですね、はい、パンダうざい。本日設定なり期待。さすが踊る肉団子こと山ちゃん。でも今の発展って言えるほどワクワクしなかったな。この役物好きパンダ。煽るだけ外すスタイルか、当たりましたね。ガロヤン、来た、動き出せ、来た。長い。パンダ腰くねってて受ける、怖いよパンダ、どうせスルーして終わりさ、山田のドヤ顔にいら、さあ無双に行こう、ドクンドクン。なんか前兆もなくいきなり6ラインになって知らないうちに熱くなってたね。そう、ST 継続率は 71.5%。 バンちゃん、山ちゃん今日もテカテカ。バンちゃんが見たいです、見たい。バンちゃんですよ、バンちゃん、バンちゃん。あれ、これ5ラウンドの割にはまあまあ出るんだね。あ、出玉が山ちゃん当ててホッとしたわ。いやー、ホッとしたわ。はい、消化は早いんですかね、これどうなんですかね、うん。あれ、もう回ってるんですか。あ、曲がずっと流れてライブみたいになってんだ。なるほどね、なるほどね。ああああ、ずーっと歌ってるわけだ。そうだね、だこれ格演というかね、こう時短
そうか、ここに行けばなんかライブ感がすごいあってね。確かにいいね。やったあったあとね、バンドエイジちゃんみたい。ヤムちゃん、なんか来たよ。おっ、おっ、おなんだ、あなんだ全然ダメだ。テンパ、あ、今のでテンパればいいってことか。はい、懐かしいな、この曲流行ってた時18とかだったわ。いやすごい懐かしいね。何年、何年前ですかこれ。いやわかんない、中学生とかかな、わかんないな。出玉13個で10カウントだって、山ちゃん。13?うん、13個で10カウント。はい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 、はい。残り97とかになってるのはなぜ ST33 回は。いやだから ST 含めて100回転なんで、はい、最初の33回転は一応 ST ですよ、はい、ってことですよね。あ、その後時短が60、そうそう、67回転合わせて100回転、はい。目標何年ですか。目標何年ですか。目標ですか、はい、まあ5年ぐらいじゃないですかね。はい、まあまあ、これ絶対当たるよ。絶対当たる、これ絶対当たる絶対当たるそうですよ、皆さん。ほら、テンパイした。はい、もう一個、もう一個、あれなんこれ、あ、最後最後頼むよ。ほら来た、ほら来た、17回転を当たる、おめでとうございます。いや、いいですね。これは15ラウンドでしょ。はい、70杯いくから。曲とりあえず ST に入るのいいね。山ちゃんも歌ってください、ゆうたや。山ちゃんはなんでさっきからドヤ顔してんの、まだ。あれ、デュアットサマーデイズか時代心あればいいな。回転数表示想定と同じ感じ。ちんちん、なんかムカつく。山田歌って、あ、これ5ラウンドだ。曲書き消さないと YouTube に上げられないぞ。絶対当たる割にボタンに気合入れてな。何当ててんだよ、カーペちょっと違うのにして、あ、これ選べんじゃん。あ、本日は晴天なりとかもあるじゃん。あ、いいんじゃないですか。タイパン OK、 どうやどうや。でも、ドゥーアズインフィニティって売れてたんですけど、なんかそんなギュンって言えばいかなかったイメージ。そうですね、なんか3番手、4番手あたりにいつもいるみたいなイメージかな。確かに、うん、嬉しそうな顔。パンダの当たり動き、エイリアンっぽいな。山ちゃん当たった時のパンダの動き真似してみて。でも1時間で当たったならいい方だな。当たれば楽しい台だな。まあ、ここをやりたくてやるって感じになるだろうね、多分ね。このライブのイケイケ感で、ね、こうパチンコ、これちょっと見入っちゃいますもんね、うん。ギターがもっとシュッとしてたらドゥアーズもっと売れたぞ山ちゃん、アタッカー性能どんなもん。アタッカーいいんじゃないですかね、うん、悪くはない。当たるまで辛い台でもある、うん。山田さん、今日首はどこに置いてきたんですか首がないと。りょうさん十分か、うん。てかやっぱね、楽器弾ける人ってかっこいいよね。あ、そうですか。いや、僕は本当に楽器弾ける人にすごい、あ、かっこいいなと思う。特にピアノ、ピアノ弾ける男はかっこいいなと思いますよね。うん、僕ね、ギターとドラムやってたんですけどね。マジですか。はい、どっちの方が弾けます。いや、ギターの方がまだ弾けます、ね、ピアニカでも吹いとけ山田はもっと痩せていたら申請したのに。笑ってるあっちゃんも首ないよ。首ないかな、ある、山ちゃん絶対大きくなったよ、サイズが。じゃあそう見えるだけですって。本当ですか。はい、まあでも暑いですからね、最近ね。そんなに太るってほど人思ったりしないでしょ。あれ、今思ったけど、もうあと74ってことはもう、ST がもうあとちょっとない、ちょっとしかないってことだね。あとちょっとで終わりますよ。嘘です。ピアノは手が小さすぎて無理だった。あ、小さいとダメなんだろ、ピアノ。ピアノはでもね、はい、僕一応ピアノ習ってたんですけどね、ちっちゃい頃。あ、そうなんですか。はい、バイエルンだった。でも練習をね、基本しなかったんでね。はいあれ、なんだこれ、終わる、ラスト、
ここラスト。あ、これがラストかな、66、はい、あれ 60? あ、そうだよね。あ、抜けちゃいましたね。ここから時短ですね。時短ってことですね、はい、あ、アイデアのテンパイした、はい、山ちゃん絶対大きくなったよ。ルアーズは裏方でも稼いでるから。あの果物マニアはどこ行った。あんちゃんかな。あんちゃんは小田原ですよ。で、山田は体型的にドラムだよ。野球やるならキャッチャーだよ。あたくさん、山ちゃん、こんばんは。こんばんは。山田先生、デモ出しは何回転で出したらいいんですか。これはね、デモ出ししない方がいいと思いますね。山ちゃんハーモニカにやると、山ちゃん熱くても大きくなる。子供の時ピアノやらされたけど、お、炎炎でかいでかい。え、トゥー、おうおう、あ最後まあ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 炎でかかったのに、最後まで言えば的なやつだ多分ね。あ、そういうこと、うん。ピアニストになるくらいの人は指と指の間の水かきの部分を切るっていう。マジで切る。あとは髪型が変すぎて人類失格かな。山ちゃん、ね、メイジーってでもあれだね。あ、3曲ずつぐらいあるんですね、みんな。アナ雪はないんだね、さすがに。サンシャインバディとビューティフルデイズとレインボー。お、すげえなんか出てきたな、うん。あ、残り50。ドカベンのトノマ。あ、私さくらんぼはないの。ないかな。さくらんぼはないかな。TRF とか懐かしいね、うん。それ TK で聞けますよ。プロジェクト TK でも聞けます。確かにね。ユーキス、ユーキスって何？わかんない、知らないな。ドカベンって漫画で指が短いピアニストが見られる。ファンダメンタルラブも聞きたいだそうです。誰の？ファンダメンタルラブ誰ファンダメンタル、エブリリトルシング、これですね、はい。 あ、これか、これか、知ってる知ってる知ってる、あーあーってなるね、これね。まあ30代は結構あーあーってなると思うよ、これ。あこの台でもヒートアップあるんだ、バラバラ。ヒートアップ一回も来てない。好きな人は打つんだろうけど、やっぱりスペック的に打てないな。あっちゃんアンケート取ってみない、みんな打つのか。まあでも、打つ打たないはもう好みだし、そのまあね、台空いてる状況とかにもよるじゃない。わざわざこれ打ちに行くかっていうのは、まあ好き嫌いになるかな。メイジェイって3曲も歌ってたの。アナ雪だけじゃなかった、メイジェイいっぱい曲ありますよ。あそこさんが先生にお金渡してクラス会で友達と一緒になるように操作したってマジですか。いやいや、ないないない。最近熱い、今何してるって番組面白いんだけど、見てる？芸能人の昔の同級生を探す番組。似てないな、バラエティー。鈴木亜美流してください。鈴木亜美、アミーゴ、うん、アミーゴと言ったらやっぱビートゲーザーなの。あー、確かに。山ちゃん、これ終わったら次違う台行く？そうですね。TRF のサムのリアルホモサピエンスリーチが、本気最強です。あれ、ケイトクリックいくつでしたっけ？スルーの匂いが。71.5? 当たった当たった。当たった。当たった当たった。これ来た。これ来た。止まれ！んだよー。1個。OCR NH の選曲会議参加した方。ぶっちゃけ100枚くらいで交換されるのうざいですか？全然。あれ？コイン100枚交換されるの。なんか来たよ。うざいですか、山ちゃん。いやいや別に。はい、今プシュン。あれ？特に何事もなく。10日のお蕎麦はお店に行ったら見れますか？特に山ちゃん。
見なくていいけど、いやちょっとお店に行っても見れない、ね、放送はそうですね、はい、相性、こそこでスルーして次の台移動だね。5連は無理よ。メイジェイディアはディア入ってないなんて。メイジェイはカバー曲が多いよね。多い、当たらずスルーならいいけど、いいネタだけど、途中に1回だけ当たって終了とかやめてくれ。これいろいろ聞きたくて時短終わるなって思っちゃうの。千秋涙流して、鈴木亜美の全盛期は可愛すぎた。あれ、鈴木亜美って結婚したんじゃなかったっけ。結婚しました ね、 ポケミのイエローイエローハッピー希望。あれ、どっかって打たないんです。台は打たないですね。さあ残り4回転です。テンパイしないな、ダメかな。あれ、あら終了ですか。終わっちゃいましたね。はい、ハンドルを左に戻してください。これでもちょっと残念になるね、この終わった時、終わったら、あもっと聞きたいよっていう、そう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 、ね、ちょっとね、いろんなの聞きたいなって感じになっちゃうもんね。うん、あゆうちたい、サビ前に終わった、つらいな。ノーマルリーチ発生でチャンス。はい、争点5、明日の感謝祭で山ちゃんの名前言ったら当たりくれますか。鈴木亜美結婚したけど、旅行した先で知り合った一般人なんだよね、うん、らしいですね。ドゥアーズ最高。高橋親便がアミチャレに夢中だった時に、鈴木亜美さんはご主人と出会い、ご懐妊であって8ヶ月で結婚だそうですね。無双行こう。じゃあ無双行きますか。はい、この CM みたいになってるやつ、はい、持っていかないと。はい、じゃあ無双、まあ、無双だったら30分でしょ、あと、まあ、すぐ当たると。当たる当たる、はい、大丈夫だそうですよ。319だから、まあ、両方319だ。よいしょ。ちょっと映像がおかしなことになってるよ。ちょっと待ってくださいね。まあこの無双ね、はい、今日33回当たってるから、はい、すぐ当たるよ。こっちのカメラ持ってきますかね。あ、ちょっとダメな感じですか。ちょっとなんか調子が悪いですね。最近ご機嫌が悪いんですよ、カメラ。見てて、見てて。じゃあそこからポケットマネー買わないとはね。そうですね、だいたい時代40万弱ぐらいですかね。ちょっとね、あんま揺れるとね、酔う酔うって怒られるから。ちょっと待ってください。やっぱね、基本ボタンはオートにしとけますから、はい、これは絶対ですね。はい、こんな感じかな。こんな感じ大丈夫かな。クラクラする、ごめんなさい。どうせ当たらないよ。もうちょっと引き引き。北斗も最近は本当当たんないんですよね。うん、保留が見えない。ああなるほどね。あ、右側から。そうですね、あ、こう、もうちょっと僕もじゃあ体を横にした方がいいとかね。ちょっと待ってくださいね。あ、そっか、ちょうど ST 終わった後ってことか。これ140回転だからこんなもん。これでいいかな。見える？これでいける？これでいいんじゃないか？また始まって、山田の無双。無双はね、うん、ちょっと愛を取り戻すゾーンはあんまよろしくないんですよね。あんまりよろしくない。あと質問なんですが、合計継続率は特に規制はないのでしょうか。合計っていうのがね、一応でも65% 以下ですよね。まあそうですね、全て。山田無双、ですな。蒲田店では、シティハンターのライトをよく打ってた。おー、ありがとうございます。
先生また今日も教えてくださいね。愛を取り戻すゾーンはよろしくない。メモメモ。先生もちろん当たるまで打ってくれるんですよ。まあ30分打ちます。いやね、最近当たらないんだよ本当に。打ち行っても、うん、全然全然、もう一発も当たらずにもう帰ろうみたいな。行こう行こう、無双だ。鈴木亜美はライブ準備のバイトしてた時にリハーサルでいろいろバイトに向けて話してくれたのを思い出す。いいな、無双やれんのか大口叩いて、無双やった。山ちゃんなら5分もいらないでしょ。まあね、金保留出しはいいだけですから、うん、無双達成ポイント多いもんね。先生の得意なリーチが見れるんですね。先生復習ですね。やっと先生の無双が見れます。キコラの店内が丸見え。ヨウヨウごめんなさい。あと X 秒だかける3待ち。まあ確かにね、先生得意の無双じゃないですか。やだ、この間でもさ、あのキリン柄の2000、はい、じゃあなんか最後の2人のなんちゃらっていうとこあるじゃないですか、はい、あそこがキリン柄タイトルになったんですよ。おで最後もキリンカットインで外れたんですよ。それはちょっとマジかよみたいな、折れるねパターンだね。いやこれ完璧だろみたいな感じだったのに、うん、昨日マイマイが機材70万円って言ってました。どの機材のことか全部か、何の機材全部かな。ちょっと斜めから行き過ぎじゃない、ちょっと正面にしたのって大丈夫ですかね。カウント店キャッツアイのアマで1000円以上ハマったのと、バイオライトで2万5000発出たのを思い出す。おお、いやバイオのライトは結構出るとき出ますよね。出る出る出る、うん、本当にライトっていうぐらいに出ますからね。あ、やっぱり無双がしっくりくる、実家に帰ってきた気分だわ。先生エイリアン保留の出し方教えてください。ごめんなさい、あのね、僕プレミアの保留は一回も出したことないんですよね。あ、今まで。アトロクさんにのサクサクパンダ食べてます。これ結構まあ預けんさんがまだ店長やってた頃によく言われましたね、サクサクパンダに似てるって。山田五郎頑張れ。先生は最近無双だったら何件くらい投資されますか。無双ですか、うん、まあ20ちょっとですけど、うん、20ちょっとか30ちょっとなんで、30ぐらいまでなんですけども、はい、まあきついところですよね。先生あと何回転で何回転後に当たりますか。あの今164回転なんで、はい、まあ200 200? 215回転ぐらいですね、はい、あっちゃん以下は、高級な機材だね。山ちゃんはカウントの周辺で打つんですか。いや、もうないろんなとこ行きますけどね、うん、おとといからカウンター側の2代目500円でエイリアン出たよ。マジっすか。蒲田なのに3連もしたし。いっぱい連チャンしますよ。蒲田ってなんであんなに、3店舗もあるお店があるんですか。あの蒲田だけにあるじゃないですか。ああ、はい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 、なんなんでしょうね。ね、わかりません。地主さんとかなんじゃないですか。でもまあね、戸塚の方もね、うん、やっぱそういうとこあるんですよ。固まって。あ、そうなんですね。駅前ら辺にはですね、いっぱいあるんですよ、はい。やっぱそこのもやっぱ地主さんとかだったんですよね。あ、なるほど。だ不動産業とかもやってるような感じで、うん、だやっぱ地主さんだとやっぱやりやすいんですかね。かもしれないですね。先生そのキリン柄だった時保留は何だったんですか。それ保留赤です。赤当たんないですね。いや赤ほんと当たんない。だからねちょっとそこだけが不安だったんですよ。あ、なるほど。初の赤保留当たったわと思ったら。マジかよみたいな。やっぱり当たらないですね。さすがです先生、なかなか外せないリーチを外すとは。あっちゃん以外貢献の機材だね。先生無双に20件30件も投資するんですか。バカじゃないんですか。あとは橋田聖子君弟子にしたの。その考え方そういうことだよね。山ちゃん残り10分で当ててロシアンが理想です。先生私も最初の方は結構調子よくて無双相性いいわと思ってたけど今不思議なほど全く当たらないです。いやー、何なんですかね。僕も同じかな。最初の頃だって結構なんかまあニコ生では当たんなかったですけど、うん、その後ね、ちょっと打ったら、はい、1回当たってからはね、結構すぐ当たるようになってたんですよね。あ、
あ、あ、無双いいね、いいねと思ったらね、うん、何が出ても当たんないもんね、最近最近僕あれで当たります、あの一撃当選チャンス。いやあれそもそも来ないもん、まあ、来ないんですけど、北斗の空打つなら戸塚店じゃないのね、やっぱそうですね、893が多いのかな。先生まだ1回もただの1回も赤堀で当たったことがないんですか。赤堀はまだ1回もないんですよ。山ちゃんキリアンとした時頭の中で脱線って聞こえてきましたかまあね、放送だったらよかったのになと思いましたけど ね、まあまあね、うん、いや、放送だけにしといてくれよと思いますよねもう実践ね、プライベートではね、そうそうそう、ちゃんと出てくれよと思いますね、高橋店長みたいに数字が揃うまで信用してないよ。なるほど、先生から学ぶことが多すぎて大変ですよ。おお、あ、なんだよ。あ、でも赤だ。ジャギが3体いて、ロゴラック赤、これね、今青保留、赤保留には変わりますね、多分赤には変わる、変わりますね。悪くないんじゃないですか、本当に。だ、大喜利4回行くでしょ、うん、赤保留当たったことがないなんてもう先生とは呼べませんね僕あの、金保留にならないと信用できないんでそうですね。はいはい、まだまだカットに来て、はい、来た、来た、はい、これで3回行ってマダダが出れば、はい、まあ赤には行くでしょう、はい、マダダ来た来た来た、4回いいじゃないですか。7点して7点して4点あー赤か。まあでもチャンスですよ。これ逆に保留変わんない方が熱いんじゃないの。 青のままさあどこに。まあ赤保留だよね。赤赤、まあこれダメな赤ですよこれダメな赤ですね。出ました、ダメな赤。これはダメなんですね、弱いんですね。これもうこの瞬間もう外れがほぼほぼ確定ですねなるほど赤で、はい、あ、もし当たるんだとしたら多分ね、最初から赤じゃないとダメだと思うんですよ。いやーでも全然途中から赤でも当たりますけどね。マジっすか。当たります、当たります。もう基本が最初が赤スタートじゃないと信用してないんですよ。なるほど、熱そう、今日無双初当たり13回総当たり数15回で大敗した。マジか、きついなそれ。放送なんでいけるプライベートだっていうのはしたら手当てする。こい、あー全然必ず赤保留に変わるんですね。リスナー聞きましたよ、先生7点してんなんて欲張りですね。それとは先生とやらは金保留は外したことがないんですね。金保留はね、2回外しましたねダメな赤、ただ当たった時は金保留でしか当たったねえからなるほど、発展したら金高以上になるんでしたっけ。そういうわけでもないですね。まだだ1回、まだだ2回目、まだだ3回、あっ64秒だって。長いね。これ来たんじゃないお詫び、お詫び来た。私は山ちゃんは信用してないよ。ダメな赤って言ってんのにちょっと期待してんのかから。先生ダメな赤って教えてもらって。いや、こっちをね、こっちちょっと期待しちゃいますもんね。はい、ガンダム無双はいつ出ますか。出るんですか、ガンダム無双。出ない出ない。私も途中からかしか当たったことないよ。逆に最初からかなんてめったにない。ない。金に変わる。最初からか。そうそうそう。うん、だから当たるの。これだから、奥義4までは行くってことでしょ、これだから。はい、27の26、はい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 、まだだ。え、何やってんの。いやでもこれはまあでも後半には行くってことですよね。覚醒じゃないですかね、多分覚醒か圧でしょ、うん、64秒は大したことないよ。本当に来るんですか、信じていいんですね。来ます来ます。だからあんた3当たんの3、2、1、覚醒ですよね、ですよね。まあ覚醒だよね、うん、山ちゃん、あなたはなんで北斗無双打ってると生き生きしてるんですか。山田じゃ無理だな。はい、張ってるですね。山ちゃん、絆延長するの。どうでしょうね、うん、このでもね、うん、この保留変化しないやつも、うん、の方がね、期待できるんだ ね、個人的には、うん、覚醒じゃね、今
今夜が山だ。何？奥義出ない。これやっぱ奥義出た方がいいんですよね。出た方がいいと思います。あ、緑ですね。今のも赤だった。赤の方がね。無駄だ。おう。剣士の北斗神拳とはこの程度か。いや黒だね。ちょっと弱いかな。そう、これがね、うん、キリン柄で、うん、キリンで、なんで外れんだろう。出た山田 2.5 予告だね。うわー、うん、ちょっときついかな。これはちょっと弱いね。あの先生、それ当たらいませんからやめないでもう打っちゃってください。いやあ、止めないで打っちゃってくださいか。マジかよ、先生が当てるすぐなってて、まあでもなんか台の流れは良さそうですけどね。なんかリッチポンポンってね。そうですね、先生無双にもて遊ばれてませんか。大丈夫大丈夫です。絶対ねえよ。出せ、嘘つかれた。エイリアン保留って見たことないもんな。ないっすね、僕も。エイリアン保留はもう ST も確定ですか。多分確定だと思う。ああ。北斗シリーズって毎回毎回そのプレミアが本当に レアすぎません。いつも出ないね。出ないですよね。レインボーとかね、出ないよね。ノーマルビタあたりとかね。あ、うん、僕ね1回だけでもね、豪商で1回だけあったんですよ、ノーマルビタ。はい、すげえ。で背景が、はい、焦点背景が出たんですよ、ラオウの。うわーと思ったら、はい、そのままピタッピタッ。すげー。うわ、すげーと思って。結構出るじゃん、そんな出る。マジっすか。北斗武装打ってる山ちゃん面白いです。輝いてます。エイリアンプレミアだ。赤保留で当たったことがない先生ですか。でエイリアン蒲田で2回、他店で1回、 ST 確定ですよ。ありがとうございます。いいなぁ、エイリアン保留とか見てみたいなぁ。見てみたい。次回予告保留見てみたいの。次回予告保留、次回予告保留なんてあるんですか。そんなのあんの。リスナーの皆さん、今もしもエイリアン保留出たらこの先生大騒ぎするんでしょうね。まあそれはやばいっすね。やばいやばいやばい、相当やばい。先生お前なんて嫌で十分だ。まあでもね、北斗武装もね、やっぱ一撃性はね、うん、やっぱすごいね。まあそうですね。出るときは出ますからね。うん、北斗武装とガロ、はい、ガロってどっちの方があれですか、最高出玉多いですか。ガロと北斗無双。まあでもやっぱガロの方が出るときは出ますけどね。なるほどね。蒲田店で印象に残っているのはバラエティに移った途端、爆連したキャプツバ。高橋直子がパチ好きらしくて、ほぼ1日打ってた時の様子を記事にされてた。ずっと他人に見てられてるってしんどいなね。有名人って大変よね、本当に。エイリアン保留って入賞時に真剣保留みたいに派手な音するのかな。あ、どうなんですかね。変わったりはするんじゃないですか。でもあん、あらこれ、んこの疑似で初めて見たな。はい、あ、続きそう。はい、隣でエイリアン保留どうやったばか ST 駆け抜けする内心爆笑でした。なるほどね。エイリアン保留出た時の音がえ軽やか。あれあれ、これはこれダメなパターンですね。今日魔界で初めて通常時赤保留出たけど、あっさり外れた。山ちゃん謝って。
高橋尚子さんってマラソンのあの方パチするの？ちょっと意外するみたいですよ。大好きみたい。リング3打ってた。多分マックス。マジでマックスやるんだ。アンちゃん出れなくなったから軍予告のアンちゃん出してください。最後にね、軍予告の最後に、前にスマップの中井くんが変装してパチ打ってたら隣のおっさんに仲いいって声かけられてうざいと思ったらアッコさんだった。へえ、うん、なるほどね。でも芸能人とか結構パチンコ好きな方多いですよね。そうなんですね、うん、あでもね、まあ確かに、うん、お笑いの方とかも結構やっぱいますよね。お笑いの方は逆になんかしのいでるみたいな人いますからねこう芸で食えるまでの間かパチンコでみたいな方もね中にはいらっしゃいますよね。200系くらい儲かったらしいね高橋さん。すげえ。あとナイナイの岡村もパチ好き。岡村さんも落ちてもだってバレたら大騒ぎじゃない。まあいることがバレたらね大変でしょうけど。確かにね、まあ、変装はするでしょうからね。蒲田店には芸能人来たことあるんですか。蒲田はないですかね、うん。高橋さんくらいだとちょっと変装でわからないかな。女性だしね。高橋尚子、まあわかんなそうだよね。ちょっと帽子かぶってたりしたら。新橋で打ってたらよく力士を見かける。あ、僕ね昔、はい、新宿とかではね、はい、結構見ましたけどね芸能人。はい。へえ。だからいいともがある頃だったんで、はい、いいとも終わりとかで。あ、いるんですか。はい。僕あれですね、オリンピックかな世界大会か分かんないですけど、オリンピックかな、その行く前かな。はいはいはい。僕あの成田だったので、あーその暇で、それは次の日飛行機乗るのに前乗りして早めに来てるじゃないですか。なるほどね。がみんなでこうパチスロ打ってるっていう光景は見たことありますね。へえ。オリンピック選手が、あー見たことある、あー見たことあるってちょっと興奮しますねそれ。そう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 。芸能人ってさ変装して打っててもなぜか分かるんだよね。やっぱオーラが出てるんだな。あ、そうなんですね。爆笑問題の太田さんの嫁さんが相当パチ強いらしいですよ。事務所の社長だけ。そうそう、タイタンでしょ。まあでももう何事も強そうだもんね、うん。大昔釘師に騙されてパチやめたんじゃない、太田さんの奥さん細すぎませんか。まあ確かに、まあ、2人とも細いよね、うん、高橋の子は球を流す際にとても楽しい15連チャンでしたって言ったからバレたらしい。へえ。本当それ岡村さんって、結構お金にシビアなイメージあるからパチンがやらそうなイメージ。ナイナイの岡村は1円パチンカーですよ。そうなんだ。昔千歳船橋のお店で船木和夫が売ってた。蒲田店には里見ゆりやしか来ないのか。キュウちゃん、カツラをかぶって打ってたらしい。パッチャで芸能人見てみた。岡村で思い出したけど極楽の山本復帰よかったな。あ、なんかちょっとメジャー行きやってましたね、うん、YouTube で録画ちょっと見ましたね。あっちゃんもオーラが出てるよね。六角さんだっけ。いや今橋田通貨とかさんか。僕なんかもう一般人オーラしか出てないですね本当にね。もうその辺にすぐこう溶け込めますからね。やっぱり確かにそうですね、溶け込むの得意ですからね。溶け込むの得意ですね。プロレスラーを見るな。ああ打ってるのってこと。やっぱねガタイいい人はすぐ分かっちゃうよね。うーん、やっぱ見た目ね。うん。こんばんは山ちゃん。日曜に伊勢崎に行こうか蒲田に行こうか迷ってるんだけどどっちがいいかな。蒲田じゃないですかね。うん、蒲田じゃないかな。でも、本格復帰はダメなんでしょ。ただ極楽とんぼで営業とかするんじゃない。あーなるほどね。とりあえずだから全国営業やってからってことでしょ。うん。三重春なら見たことあるよ。あ、三重春今はテレビでお見かけしないですね。
まあ、昔でもあれだね、競馬場とかで見たことあるけどね。あ、競馬好きなんですね。はい、吉本のパチ、岡村はパチ好きだから出てるけど、矢部は親がギャンブルで借金作ったから嫌いで出てないよね。へえ、そういうのがあるんだ。へえ、でも確かに矢部っちの方が硬そうだよね。うん、硬そう。あ、でもね、あれだってよ、なんかこうフットサルとかやってるじゃないですか、芸能人とか。はいはいはい。でそういうので一緒に要はやるじゃないですか。はい。で若手とかも呼ばれるでしょ。うん、そうするとタクシー代くれるらしいですよ、やっぱ先輩芸人さんたちって。へえ、さすがですね。だなんかそういう縦社会ちょっと羨ましいなって思うよね。うん、あそこさんもちょっとタクシー代ぐらい欲しいね。え、俺が出すの？でも、キコのスタッフも街中歩いてたりホールで打ってるの結構見かけられてるよね。まあそうですね、うん、まあさすがにやっぱ分かりますよね、うん、分かりますというか、まあそのね、近くのお店だと特にそのまあまあ確かにね、分かりますよね、うん、要はうちにも来たことある人がいると、うん、あれ、あの人店員さんじゃないみたいなのはね、うん、あります、ね、まあもちろんだから、うちもやっぱりその他のお店のね、はい、あれ、あの人ってあの店の人じゃなかったっけみたいなのはやっぱあるんでね。あっちゃん、アクションも含めるとすぐにタバコの火を押し付けられるんだよね、怖い人だよね、やりませんよ。そういえば吉本タウンって機会あったね。ありましたね。ありましたね、懐かしいね。やべっち FC を一回間違ってやべっち CR で放送して、やべがマジ切れしたエピソードは有名。私も偶然あっちゃんに会ってみたい。いや、偶然っていうか普通に僕行動予定皆さん分かると思うんでね、放送それをちょうどこう追っかければ僕捕まえやすいモンスターですよね、も捕まえやすいポケモンですから、もうすぐ捕まえられちゃいます、ね、すぐ捕まえられるんでね、うん。三重春くん CS の競馬番組長いことしかしてる、おにぎりですね、もう先輩タクシー代ちょうだい。ああ、そうだね、それは支払ってあげた方がいいね。いや僕今日僕偶然にもタクシーに乗る機会がありましてですね。あ、そうなんですか。おにぎりと清と3人でおタクシーに乗ったんですけど、支払いはじゃあもうもちろん、支払いはもちろん僕がしましたよ。俺もよく女性にタクシー代渡してるけど、何かかっこいい、かっこいい、すげえいいな。もう僕もそれぐらい余裕の持てるね人になりたいな。ねえ、いいな。おにぎりも先輩にタクシー代ねだる前に滑舌よくしなさいよ。で先生、あと何回転で当たるんですか。おかしいな。でもいやね、はい、2度のチャンスをね逃してしまうとね、はい、うん、やっぱ先が長いんだろうね。なるほどね。でも私、あっちゃん山ちゃんに会ったら絶対感動する。感動しないっすよ。いや、単なる一般ピープルですよ。本当にその辺にいる人ですからね。山ちゃん大変です、もう5分少々しかないですよ。マジですか。はい、まあ、5分あればね、うん、ワンチャンある。見せ場は1回転でできるんですから、はい、頑張ってください。やべち、そんなことで切れてるのか。 CR って意味すら知らないんじゃないの。圧力に水風船ぶつけに行ったらこと。あ、なんか水風船一気に入れられるなんか機械出たでしょ。知ってる。あ、知ってる知ってる。あれちょっとやってみたい。なんかこのビュってやつですよね。そうあれでちょっと遊んでみたい。 10個ぐらいが一気に落ちてくるやつ。そう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 。あ、ケンシロウだ。先読みが緑保留ね。乱世が俺を呼んでるって。いいんじゃないですか。保留変化になってこれ。いいんじゃないですか。うわー、マジか。あー、ちょっと秒が出ないね。じゃあゲットしちゃう。ちょっと弱そうだな。むさ苦しいタクシーのあちゃんおにぎり。そうだね、おにぎりにラーメンおごってやれ。ちょっとね、おにぎりとちょっと時間合わなくてですね、今日ね。支払いのことは言わない方がかっこよく見えるよ、あっちゃん。そうだね。誰が助手席に乗ったの。誰だっけ、おにぎりかな。あとくに会いたければコーンをばらまいていると寄ってきますよ。コーン美味しいからね。今日は見せ場あったの、北斗無双好きですね。今日ね、A ネーションやってたんですけど、2年ちゃん、そうですね、はい、ありましたよ。女性いわく、あ、これ後ろが赤だ。ほんとだ。ってことはもうそういうことだね。はい、タクシー代を渡す際に諭吉渡さない男は小さいって記事が出てて賛否両論だ。悪くないんじゃない。はい、あとは赤なのか金なのか保留がね、もしくはそこまでいかないのか、
なんか行かなそうな。あーダメだこれ。エビゾがドアマリして台に向かってみみなんていうんだろう、メンチかな、みわかんない、起きてのを見た。おー緑よりいいところに緑、その先読みケンシロウはよくあるけどタイマーない時点で終わった、弱い。その気はあるのか、自分は最近熱くて炭酸作る機会が欲しい。あーそれ欲しい、炭酸を作る、自分で炭酸なんていうか飲料を作れるってこと。なんすかそれ。あるんです、売ってるんです。へえ。絶対子供喜ぶんじゃないですか。子供炭酸飲まないですか。飲みます飲みます。あじゃあ普通にじゃあオレンジジュースとかを炭酸にできるってことですか。へえ。いいなそれ。覚醒できずに終わるパターンね。その周りのは金なの黄色なの。黄色です。金はないね。エビゾと根本の年収って同じなの。違う。覚醒もなしのパターン。無双は放送見る分には笑える。お釣りはいらないって言って言った。タクシー代僕でもお釣りいらないですって、時間ない時ぐらいじゃないですか。あそうですね、本当になんか時間に追われてタクシー乗ってもうやばいやばい時、もういらないっすっていう時ぐらいですね。水を炭酸にするの、石を洗って終わり。歌舞伎は見栄を切るんじゃなかったっけ。ああ見栄っていうんだ。箱積んでないのにコーヒーレディがメニュー突き出してきたらどついていい法律、小池知事が提出したらしいよ。ないないないじゃああっちゃんにからし入り炭酸を作ってあげたらいいのかな。からしはいらないな。でもお釣りいらないってさ、100円以下だったらまあいいかなと思うけど、まあまあまあ、100円玉返ってくるんだったらちょっとも待とうかなと思ってしまいますよね。ジュース飲めるしね、うん、まあやっぱその時点でね、僕はお金持ちにならないんだろうなと思ってしまうから炭酸作る機会ソーダストリーム、12,600円だよ。みんなで年収2億のあっちゃんに買ってもらいましょう。あじゃあね、今度ヒロオーソンの時とかにねそれ買ってね、ブースに置いといて炭酸にするっていう、50人どうぞみたいな炭酸水みたいな。でも普通のなんかその 炭酸水を飲む人いるじゃないですか。あ僕飲みましたね、ダイエットしてる時に。あダイエット用なんですね。ダイエットしてる時はお腹が膨れるんで。ああなるほど。炭酸水飲んでましたね。でもなんか最近もたまに飲みますよ、ね、結構いい値段するんだなぁ、うんうん、やっぱね、まあ、さすがにちょっと レモンとか絞ってないとね、きついね。なでもあっちゃんはやる必要もないのにからし入りシュークリーム罰ゲーム自分で食べるよね。本当に欲しがりだよね、自分からは食べない、カサスでタクシーのお釣りを片平なぎさが受け取らなかったらチャンスアップだったよね。あそうなんだ、そんな人あったの、あっちゃん披露宴で勝手に使ってって、せこすぎるリスナーに1個ずつプレゼントしてって。いやいやいや高いでしょ1万円じゃ。リスナー何人いるのだって。例えば消されたのルパンのスローを打ったけど、コインなかなか増えないね。15セットくらい継続したけど出玉がしょぼく感じた。でも結局極悪のアスパムテール含んでるからゼロカロリー炭酸とか無意味、割と安いのかなと思ったけどずっと使えるんでしょ、うん、だって年収2億っていつも言い張ってるじゃん、そうなんですよね。使っちゃうんですよお金っていうのはあればね。まっすぐなくなっちゃいますからね。ねえ本当にすぐ使っちゃう。本当なんなんですかね。うん、あこの間ビンゴ打ったらビンゴいやもう本当にあのゴッドやってもうふにゃふにゃにされてもうこれはビンゴしか一撃の回収が見込めないってなって当たったんすか。当たって、はいはい、2連目に、はい、あの金ふわふわってきたんすか。金色の枠が出てきた。うわマジっすか。これはふわふわ確定だと思ってで、はいはいはい、999まで上がる。マジっすか。チャラで帰れましたよ。熱い。いやいや危なかったですね。なんだよそれ111で終われよ111だったら目も当てられなかったね本当に。200ペソでしょ先生今日はもうてん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 2時だよ。あと2時、あ、これだね。はい。いやー、やっぱね、じゃあこれ見てエンディングいきましょうか。そうですね、あと16秒で。はい。
まあ何かしらは行くんじゃないの、うん、4321ネクスターかっこいい覚醒疑似なし会あでもいいんじゃないですか疑似なし覚醒ですか、うん、まあ赤赤保留ね保留権星4つ 3.5 星4つですね4つ赤保留先生最後に来たんじゃないですかこれこれはちょっと ね判断つかないですねあ判断つかないだだだだだだだNS 当たり見せてくれなきゃよかった、ビンゴの金セグメントのじれてる出てる、先生次回はぜひ久しぶりの魔界がいいです魔界で、うん、おいいんじゃないですかもしかしてこれガロに行ってください赤だ赤緑かな最後のカットイン次第じゃないですかまあそうっすねお赤いよ全部全部赤い頼むよこっちだよなんだよお前じゃないよこれ外れても3個チャンスあるさあどうでしょう山ちゃんいやでもこれちょっと当たってほしいぐらいのレベルですよね、うん、まあこんなもんだよやっぱね赤保留はダメだよ当たらない当たんない赤保留は当たらないという結論でよろしいですかないねんだよ最後に来ましたいやー赤保留はほんと当たらないはいということでじゃあちょっとカメラをあごめんなさいこっちですねはいじゃあここでもう一回これを出してですね、はい、飲もうかないやー悔しいねはいということでお疲れ様でしたお疲れ様でしたいやでもね A ネーションは当たってよかったですねなんとか今日はそうですねはい、ちょっとスタート遅れた分、その分延長しようちょっと珍しい発展だったから期待した先生我々生徒は赤保留でバンバン当たってるんですけどどういうことですかいやお配りしてますんで、ええ、気を送ってくれてるの気を送ってますからあなるほどそういうことだったんですね我々気づきませんでした先生なんであってはね赤堀を本当に当たらないんですけどお疲れちゃん今日も大満足の放送でした最後山ちゃん見せてくれなかったので伊勢崎行きますわら、先生ありがとうございました私も伊勢崎行きます、今日学んだこと赤保留は当たらないというね毎回ですねいやほんとね、うん、まあまあまあね僕はまだ、まあ、1回も当たったことないんでね赤保留で、まあもう赤保留は信用できないんですよあ確かにねでも本当に20回くらいは外れてんじゃないですか多分ねもう30は言ってます 30? はい赤保留30回当たってないはいやばくないですかそれいやもう本当ね赤保留になった瞬間、ああ終わったみたいになっちゃいますね赤か金かどっちなんだよっていうところですからね僕の北斗無双はいつも、はい、まあそうですねはいということでねきついはい、最後に告知をお願いしますはい、はい、ということでですね一応今日から始まりました、第2回はい、全関東夏のパチンコバスローファン感謝デーですが、はい、明日、明後日が2日目、3日目となっておりまして、はい両方と両日ともですね、はい午後3時と午後7時の2回ずつ、お配りさせていただきます、はい、で各回ともにですね、はい1つ以上の一等賞は、はい、必ず当たるという形になっておりますので、はいまあ、ぜひぜひね、チャレンジしていただければなと思いますので、そうですね、で、まあ4まあ明日も明後日も両方ともですね、はいまあ、ダイソンのハンディ掃除機は確実に入っておりますので、はいまあ、あとプラス3個ですね、はい、一等賞、まあね、もう一個はなんかカタログの一等賞みたいなのがあるんですけども、はいまあ、要はその中からですねテレビだったりとか選べるああいいですねいいですね、はいはいまあ、なかなかいい感じじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひぜひ、純粋にねいいと言いますか、はい、私がも、当たったら欲しいなという商品をね、はい選んでおりますんで、はい、ぜひぜひ
遊んでいっていただければいいかなと、はい、よろしくお願いいたします。思いますのでお願いいたします。はい、先生、精神論の続きですか、気を送ってるって、私オクラホマ店に行きます。今週もお疲れ様でした。次回も楽しみにしてます。ありがとうございます。これだけ当たらないのに降格してください。我々当たらないって言いながら期待しちゃう先生が好きです。次回魔界だよ。LINE で、告知来てました。店長セレクトのご当地景品欲しい、小田原で並んでるの見たよ。あのね、ごめんなさい、もう蒲田店におきましてはですね、すべて完売してしまいまして、すべて、はい、すいません。では僕が選んだですね、おせんべいがあったんですけども、はいはい、ネギ味噌せんべいというせんべいがですね、はいはい、そちら本当好評いただいておりまして、うん、他の店でもなんか完売が続出という形らしいので ね、 すごいですね、はい、もし欲しい方いたらですね、はい、片岡食品かな片岡食品、はい、はい、っていうところでですね、はい、あ、まあ、ネギ味噌せんべいで調べてみると、うん、埼玉県のメーカーとしてですね出てきますんで、はい、ぜひぜひネットでも注文できますんで、よかったら買ってみてください。はい、美味しいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、先生の、頭部に光が見えます。神のようです。上の光がね、そう、 あれね、はい、山ちゃんあっちゃん、ウィルキンソンのレモン味飲んだ？飲んでない、飲んでない。あと4個目で仙台、次回国掘りを見せてください。おせんべい欲しい。次回ね、じゃあ魔界と何かしらやりましょうか、はい、そうですね、はい、掃除機当たったら嬉しいね。嬉しいよね。山ちゃん、ね、ケイン食べちゃったんでしょ？食べてないよ。あとまあこれ7月なんじゃなくて8月花な、まあ、花の日が終わったらですね、はい、8月9日ですね、はい、火曜日に、うちでは想定の件導入予定となっておりますんで、はい、ぜひぜひ、まあね、想定シリーズ導入第2回目といた、まあ第2弾としてですね、はい、パチンコ想定の件天気導入となりますんで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして8月の10日ですね。そうですね、はい、夜9時から、はい、祝100店舗、はい、超ニコ生気候な100系カンペがないからね、はい、確かここまでぐらいはね、いけましたから ね、はい、で、まあ一応9時からですね、はい、大体まあ11時半12時前ぐらいまでですかね、はい、は多分放送できると思いますんで、うん、まあまあいろいろ皆さんもどんどんコメントをね、いただければどんどんニコ生も盛り上がっていくかなと思いますので、はい、ぜひぜひご視聴いただければと思います。はい、よろしくお願いします。まあうちが終わり次第、関西の放送もありますが、そうですね、まあ関東、うん、全店ですね、8月11日は、はい、もちろん、うん、皆様お出迎えをですね、はい、させていただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひお近くの気候生でお遊びに来ていただければいいかなと、はい、思います。で、うちにおいてはですね、はい、まあ神奈川のお店は朝9時オープンとなりますが、はい、蒲田は10時オープンなんですが、はい、抽選が9時15分から、はい、8月11日ですね、はい、9時15分からの抽選となりますので、うん、その子はお間違いないようにお越しいただければと思いますので、はい、お願いいたします。はい、山ちゃん元気食べちゃったでしょ。またそのうち船長セレクト復活来るよね。まあね、またちょっとね、やるなんか結構ね、やっぱ、やろうかっていうような話は出てますんでね、はいはい、ぜひその時はまた別のものをご用意したいと思いますので、はい、片岡食品だそうですよ。ネギ味噌せんべい。山ちゃん埼玉の人なんですか？はい、僕埼玉出身ですね。山ちゃんアメリカのお店、店長セレクトじゃないんですか？え？アメリカのものをセレクトしたんじゃないんですか？じゃないですね、次回の今回強度のものなんで、はい、次回は19日でいいですか？そうですね、そうですね、また2週間後になりますので、はい、はい、見てください。まあね、圧力さんね、はい、圧力さんじゃなくて、あずけんさんが選んだものはね、はい、チンスコだったんですけど、はい、まあ彼北海道出身なんですよご当地でも何でもないね、はい、チンスコは選んでる、ね、なんかちょっとよくわかんないんですけども、はい、特別放送楽しみだから頑張ってね。お疲れ様、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ケインのダイソンってひらがなで書いてあったよ。え、本当？真面目にエリマネさんお会いしてみたいです。おー、どこで会えるかな、わかんないね。結構神出鬼没だよね。うん、
あっちゃん、山ちゃん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ダイソン、アメリカのツイズラー食べたい。あずけんさん、バカだからな。あずけん神だよね。と、はい、言ったところでね、本日も深夜のね、遅い時間までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。山ちゃんに会えるのは、次の放送は8月10日になりますんでね。そうですね。はい、8月10日の、21時からの放送を見ていただければと思います。はい、私も出演いたしますので、はい、ぜひぜひご視聴ください。はい、よろしくお願いいたします。8月9日ね。はい。そう、あともう一台、もう一機種、はい、蒼天と、うん、東京チアチアパーティーですっていうやつが出るから、ほう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 、圧力さんの大好きなニューギンさんから出るやつですね。いい台ですね、もうね、メーカーだけで分かっちゃいますね、もういい台だっていうのがね、はい、っていうのが導入されると、はい、いうことで、はい、アイドルパチンコが出ますんで、また、はい、まあね、よかったら見てみてください。はい、また2週間後楽しみに、辛い日々を頑張る、頑張ってください。頑張りましょう。SP、あ、スペシャル放送楽しみしてます。10日絶対頑張れって。酒井店長ね。ニューギネ犬健在ということで、本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。はい、また10日の放送でお会いしましょう。そうですね、さよなら。あれ？これも音出てない。